こっち。あ、マイクのテスト中、マイクのテスト中、聞こえてますか？どうも、こんにちは。あれ、これね、放送開始してるんかな？あれ、おかしいな。自動スタートは有効にしていないのになんで勝手に配信が始まったのかな？おかしいな。おかしいな。聞こえてるのかな？あれ、あ、聞こえてるわ。自分の声が聞こえる。ちょっと聞きよ、設定がおかしいな。なんかおかしいんだよな。なんか自分の声が聞こえるんですよね。なんでだろう。あ、これか。これで、あとは、どうすりゃいいんだ。ん？これか。これか。やばい、でかすぎる。こっちか。コメントは表示しとかないとさ、画面が動いてるかわかんないっすよね。ちょっとお待ちください。セッティング中です。ただいま設定中です。しばらくお待ちください。すいません。久しぶりなんで、ちょっと設定の仕方がよくわかりません。ちょっとこの、これちっちゃくしたいんだよな。ちっちゃくしたいんだけど、これ。選択が、これちっちゃくしたいんだけど。何この、なんかこれ、いや、ちっちゃくしたいんだって。ちっちゃくしたい。もう、シビアすぎるだろ。シビアすぎる。シビアすぎる。シビアすぎる。いや、ちゃってか、できんだよ。シビアすぎるな。お、今一瞬来た。今一瞬来たけど。一瞬来たが、よし、来た。よし、ここに置いておこう。ちょっと動いてないと、静止画みたいになっちゃうからさ。これいいだろ。よし、こうしとこう。よし。皆さん、お久しぶりということで、じゃあ、ということで、始めていきますが、皆さん、お久しぶりです。元気にしていたでしょうか。まあ、私は普通に元気にはしていたんですけども、あれ、モムさん、1000円ありがとうございます。一応ね、精神的には元気にしていたんですが、ちょっと身体的に元気じゃなくなるというね、気泡がね、訪れることになりました。このサムネイル画像のように、死亡寸前な状態で、ちょっと名前の読み方がわからないナイスパさん、ありがとうございます。死亡寸前の状態になっております。今日はそれの緊急生放送をしたいと思います。ということで何が起きたかと言いますと、ここにあるように、画面のところにね、ゆうさん、メンバー歴18ヶ月、YouTube の仕様変更で、設定関係なく勝手に始まる仕様に変わったはず、そうなの。そうなんだね。オリマーさん500円、ありがとうございます。ちょっとスパチャはやめてください。M88 さん2000円、ヘルニアのお見舞いです。スパチャはちょっとやめてください。説明するんで、よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。はるまさん、レラカムイさん、ケテラニさん、キーさん、ありがとうございます。ということで、スパチャはちょっとやめてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スパチャはちょっとご説明の時間なので、スパチャを停止をお願いします。ということで、スパチャが来ても当分読まないんで、よろしくお願いいたします。それでもいいって人はスパチャしてください。ということで、何が起きたかを説明しますが、この画面のね、左上に書いてあるより、ように100キロデブ限界突破へと書いてありますが、まあ、100キロ体重があるのは、まあ、皆さんご存知だと思いますし、それを売りにしてやってきたわけですが、さすがに100キロはまずいかなと思って、ダイエットをしようかなと思ったわけですよ、ダイエットね。ダイエットをしようと思ったんだよ、ちょっとね。まあ、皆さん考えるでしょ、ダイエット。ダイエットを始めようとしたんだよ、ダイエットをね。ダイエットを始めようとした瞬間ね。まあ、ね。歩こうとした、ね。歩行しようと思ったわけで、ウォーキングしようと思ったんだよ。ウォーキング。定番でしょ？とりあえず運動しろって言うじゃん。その結果どうなったかっていうとね。
まあ、グキってなったわけです。グキってなったんだよ、グキって。グキってなったのわかる？なんか皆さんがさ、ダイエットは、食事制限ではなく運動ですよって皆さんが言うからさ、このウォーキングしたんですよ。そうした結果、グキとなりました。グキと。グキとなりました。で、まあ、グキになるのは、まあ、そんな何回も経験してますわ。まあ、さすがに100キロもあれば、腰が痛くなったりとか、膝が痛くなったりとか、そんなね、症状慣れっこなわけですよ。まあ、いつものことです。いつものことなんですけど、今回はもう、尋常じゃないレベルで、激痛が走りました。まあ、痛いって言ってもいろいろレベルがあると思うんですけど、これもレベルが100段階であれば150ぐらいの痛みが発生しました。100段階で表現して150ぐらいの痛みが生じて、マジで死ぬかと思った。まあ具体的に言うとね、このね、プリプリなね、プリプリな足のここら辺、右のね、ここ。ここら辺、これ、わかる？ここら辺がね、マジで痛かった。ここら辺に激痛が走ったんですよね。しかもどこが痛いかわからなかった。関節が痛いとか、関節が痛いとか、なんか筋のとこが痛いとかね、なんかこの筋肉がなんか腫れてるとか、触ると痛いとか、そういうことはなくて、この辺の全体がね、ビクビクブルブルブルって感じで、クソ痛くなったんですよね。激痛ですわ。激痛、マジで激痛。もうね、激痛としか言いようがない。激痛です。激痛になりました。まあ分かる通り、ここが痛いんですよ。関節ではないんですよね。なんで膝が痛いとかだったら膝がね、膝のなんか皿が割れたとかさ、か関節がね、関節のなんか何？関節がのなんていうの、なんていうの、滑るところ。ちょっと名前が出てこないけどさ、トゥルトゥル滑るところが削れてなくなったのかとかあるかもしんないけど、このここが痛かった。太ももの外側が痛くなりました。さあ、何でしょうか。何でしょうか。まあね、まあ皆さんからは痛風だ、痛風だ、痛風だと言われたわけです。痛風だと。まあ 90% ぐらい痛風だろうと言われましたわ。痛風ですね。痛風。まあどうせ痛風でしょ？痛風だと。風だと言いたいんだろ？痛風だというふうに皆さんは言うんだけど、一応さ、薬飲んでるわけですよね。まあ100キロも超えてればね、尿酸値なんていうのはもう限界突破してて、尿酸値は最大 14.6 をね、14.6 をね、記録したことがあるほどのね、もう痛風予備軍であるのは事実なんですが、14.6 ね。まあ、標準は7だから、7が、まあ7が基準値に対して 14.6 っていうのを記録したほどの痛風予備軍なんですが、そうです。これだっけ？これか。このね、一応薬飲んでるんですよね。このファブキトスタット。ファブリックってやつだね。ファブリックっていうね。まあ、定番のやつだよ。みんな飲んでるよね。多分飲んでる人めっちゃいると思うけど、これのね、パチモンね。まあ、前はなんかこれ、先発医薬品しかなかったと思うんだけど、最近なんかパチモンに変わったんですよね。気づいたらパチモンに変わってたんだよね。最初ファブリックだったんだけど、気づいたらファブキトスタットとかいうやつに変わってたわ。いつからこれパチモンが出たのか知らんけどさ、前までは先発しかなかったと思うんだけど、最近パチモンが打ってるこいつになったんですよね。こんなようなやつ。ファブリックか、ファブリックだって。ちょっとつがいるらしいわ。本物は今持ってないんで、本物の名前わからんけど、こいつを飲んでるんで、多分ね、6ぐらいだと思うんだよ、今。だからね、痛風ではないだろうなと思ってたの。さすがにさ、ずっと6ぐらいなんだよ。もう長年ね。で、この 14.6 っていうのを記録したのは、何年ぐらい前だろう？多分5年ぐらい前なんだよね。5年ぐらい前になって、さすがにやばいってことになって、まあ、即刻薬を飲めということになり、薬を飲み、最近は6ぐらいなんだよ。だからそんな痛風になることは、こう確率的にないし、痛風って基本的に関節が痛くなる病気でしょ？ここら辺とか。こことかさ。
膝が痛いとか、このね、先端が痛いとか、ね、ここが痛いとか、指のとこが痛いとかさ、先端が痛くなる病気ですから、ここが痛いっていうのはね、やっぱりちょっと違うなと思ったわけですよ、私。まあ、それはちょっと違うなと。思ったわけですよ。まあ、結論ははよって言われてもさ、もう結論はね、皆さん知ってるでしょ。まあ、結論を言えば、まあ、結論が知りたいの？結論が知りたいんですか。しょうがないな。まあ、結論が知りたいんであれば結論を言うけど、まあ、簡単に言うと、こうだよね。まあ、ちょっと結論を書こうではないか。こうですよ。こうなって、そんな結論を早いたらもう終わっちゃうよ。これぐらいの話なんだからさ。ね、ここあるでしょ？これ何？背骨だよ、背骨。背骨でさ、これ、ね、神経がこう通ってるわけですよ。こう背骨にこう神経がこう通ってるんですよね。見たことあるでしょ？このもう定番ですよ。もう定番のやつよ。この神経ね、これ神経。神経。神経ね。神経ね。これ神経。これ骨ね、骨。骨。骨ね。まあ見たことあるでしょ？これもう定番の形状です。骨で、ここが、で、ここら辺にね、軟骨があるわけですよ。クッション代わりにね、体重を支えるための軟骨があるわけですよ、これに。こいつが、チョコーチョコーっていう、チョコー、これは結論ですよ。こうやって、チョコーって、体重によってね、体重によって潰されてね、それがプチューって出ちゃって、この神経を圧迫するというね、まあ、定番中の定番ですよ。KSK さん800円、ありがとうございます。ってなったりする。まあ、で、これは横から見た図ですけど、上から見た図で書けば、まあ、こうあるでしょ？骨があって。まあ、これが結論ですよね。上から見た図はこうなってて、骨があって、こうなってて、ここに神経があります。で、こう左右にこうやって通ってんだよね。神経がこうなってんだよ。こうなって、神経が通ってて、で、この軟骨が、プチューってこうあるんだけど、軟骨というか、コラーゲンみたいなのがあるわけで、こうやって。で、それがプチューって出て、こうやって飛び出すね。こうなって、プチューってここを、ポーってなって、ポーってなって、この、で、これは足の神経らしいんですよ。この、これにとっての足の神経があるらしくて、で、こいつがプチューってなると、こうなるわけです。ここに激痛が走るという、まあ、椎間板ヘルニアですよね。プチューってなってね。そういうことですよ。そういうことなんだわ。椎間板ヘルニアという、なんか、いかにもデブがなりそうな病気になってしまいました。ザ・デブの病気っていうのにね、なっちゃったんだよ。ブチューってなったんです。マジ痛いよ。やばい。もう、人生最高レベルの痛みだわ。もう、虫歯だよ。わかりやすい。痛みのね、表現で一番わかりやすいのは、虫歯で神経まで行った虫歯になった人がどれぐらいいるか知らんけど、神経まで行った虫歯のあの痛み、あの痛みがこの足のところで起きてる感じかな。あの虫歯の痛みがここら辺全体にコーってきてる感じだよ。わかりやすく言うとね、虫歯、足が虫歯になったみたいな痛み、あのキーンってする感じわかる？あの痛みだよ。あれの強烈なやつが足を襲ったわけですよ。コーまあ、そんな感じで痛みですね。で、これね、何がきついかっていうと、鎮痛剤が効かないんですよ。鎮痛剤が効かないんですよね。まあ、皆さんが好きなね、イブプロフェンとかさ、ロキソニンとかさ、アセトアミノフェンでも何でもいいんだけど、そういうのは効かないんですよね。神経痛の痛みって効かないんですよ。まあ、そりゃそうだよね。こんなね、神経を押し込んでんのに鎮痛剤が効くわけないんだよ。鎮痛剤が効くのは、主に鎮痛剤が効くってね、この、こういう関節とかで、関節のところでここら辺に炎症が起きてるやつは、炎症が起きてるのは、ね、効くんですよね。皆さんが好きなロキソニンでね。これね、まあ、ぶっちゃけね、イブプロフェン、イブだけど、イブ A 錠を、まあ、通常容量の3倍ぐらい飲んだんだけど、勝手にね。OD したんだけど、全然効かない。全然効かなかった。もう死んでもいいからということで薬飲みまくったんだけど、もう家にある薬を通常容量の3倍飲んでみたりもしたけど、全く効果を感じませんでした。3倍飲んだんだよ。3倍。3倍飲んだ。3倍飲んだが効かん。全く効かんかった。イブプロフェン3倍飲んだけど、効かんかったわ。全く。オーバードーズしたんだよ。オーバードーズしたけども、効かんかったわ。オーバードーズ効果なし。
オーバードーズは効果なくて、しかもね、これね、激痛が走ったのが土曜日だったんですよ。幸いにして、幸いというか土曜日だった、幸いというか最悪にして土曜日だったんですよね。病院行こうにもさ、土曜日はね、ちょっとあんま痛くなかったんで、ちょっと痛くなってきたのかなぐらいで、土曜日がね。土曜日だったわけです。して、しかもさ、これ3連休だったんですよ。激痛走ったの。で、土曜日で、病院、まあ、一貫でもいいかっていう感じだったんで、最初はね。午前中ぐらいは、まあ、いいかと思ってたんだけど、まあ、月曜日行きゃいいかなと思ってたんで、ちょっと様子見でね。そうしたらね、激痛がね、徐々にひどくなってきてね。うわーっつって思ったんで、まあ、じゃあ月曜日病院行くかと思ったら、月曜日は休日でやってなくて、火曜日まで病院が行けないと。そういうことなんですよ。だからオーバードーズするしかなかったわけだけど、効果はなかったね。でですね、これまだね、変な話があってさ、まあこれはね、MRI を取った結果分かったわけですよね。X 線では分からないんですよね。椎間板ヘルニアって、この軟骨というかなんていうの、このプニュプニュしてる飛び出す部分ね、飛び出す部分は X 線に映らないらしいんですよね。X 線に映らないので、MRI じゃないと、まあ、診断はできないということで、MRI を取ったわけですよね。でも MRI を取ったのも、結局 MRI って、まあ、いつでも空いてるわけじゃないじゃないですか。診断待ち？あれだって30分、40分かかるし、1人当たり1時間ぐらいかかるんで、まあ、空いてないと取れないわけですよ。だからまたちょっとね、時間がかかったわけです。その撮影までにもまあ、時間がかかって、まあ、結局ロキソニンがね、処方されて、ロキソニンなんて効くわけないんだけど、とりあえずこれ飲んどけと。MRI は今空いてねえって言われて、ロキソニン飲んどけって言われて、まあロキソニンをもらい、全く効果を感じず、こんなん飲んで耳ねえよ。こっちはイブプロフェン4倍も飲んでも効いてねえんだから、ロキソニンの標準量飲んでも効かねえよとか思いながらも、まあ一応飲み、何の効果も感じず、MRI を待ったんですよ。で、MRI が MRI でね、問題が生じるわけですよ。太りすぎる問題。MRI ってさ、このなんかさ、これね、ここにこう入ってくと思うんですよ。ちょっと絵が下手だからなんとも言えないけどさ、MRI こうあってさ、こうやって入ってくでしょ、こうやって。絵が下手くそすぎるけど、MRI ね、MRI の検査をしようと思ったわけですよ。こうやって入ってくじゃないですか、このなんか狭い空間に MRI 入ってくんですよ。何が起きたかっていうとね、今度はね、太りすぎてて、ね、わかる？入れないっていう。MRI の装置に入らないっていう。この小さいじゃん。MRI に入らんっていうね。まあ、要はね、この腹が、こう腹があってさ、腹がさ、こう出っ張りすぎててさ、こうなってんじゃん。で、こう頭があるでしょ？こう入るじゃん。これ寝てるわけですよ。そしたらこの MRI の天井の部分にさ、これにぶつかるわけですよ。こうあるわじゃん。ここでボコーってぶつかるわけですよ。寝てるわけですよ。まあ、入れないわけですよ。そうなんだ。MRI って、デブは測定できないらしいんだよね。実は。そうなんですよね。太ってると MRI 取れないんだって思いました。で、どうしたかっていうと、腹を引っ込めろと。とりあえず、腹を引っ込めろって言われて、腹を引っ込めて、固定するやつあるじゃん。MRI って30分くらいかかるんで、その間動かないようにするための、なんか拘束するための、なんか縛るための、なんかね、プラスチックみたいなやつでガチャコンって、ガチガチに固めるんだけど、腹をへこめろと言われて、腹をへこめて、そのガチャコンするやつの最大サイズで強制的に締め付けられて、このね、巻かれてね。このところに巻かれてね、高速のやつを巻かれて、腹をへこませて、で、無理やり突っ込んだ。測定器。でも、それでもね、上吸ってたよ。そのね、限界までしぼめてやっても、この上の部分吸ってたの。ガリ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 って、キキ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 ってこう吸ってたんですよね。この高速するやつが、この天井に当たってさ、キキキキキキキって吸ってね、入ってったよ。で、出るときも、ギギ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 って、なんかやべえ音しながら出てきて、壊れないかな壊れんじゃねえかなと思って。よ、やべえと思ってて。でも何が嫌だったかって、最悪だったかっていうと、当然これ腹をへっこめて無理やり突っ込んだわけですよ。わかる？
それを30分間耐えなきゃいけないんだよ。まあ、狭いところにいるっていうのは別にね、あの、兵所恐怖症でも特にないから別にいいんだけど、腹を締め付けられた状態で、この30分間耐えなければいけない。めっちゃ息苦しかった。死ぬかと思った。なんか測定で死ぬの、ケース、MRI で死ぬんじゃないかと思った。死ぬかと思った。マジで。腹がつっかえないようにするために縛り付けられ、無理やり入れられて、息苦しく死ぬかと思ったけど、まあなんとかね、なんとか測定をして、測定はできたんだけど、結局。ちょっとあれサイズ小さくない？ハマリアさんお大事になさってください。ありがとうございます。ちょっとサイズが小さいよな。なんかね、これ60センチしかないらしいんですよね。ね、いっぱい MRI ってここの寸法が60と70のがあるらしいんですよ。これ60か70なんですよ。で、70らしいんですよね。高さがね。60か70なんだって。ここ。で、高級なやつは70だったりするんだけど、高いやつね。高級品は70センチだったりするんだよ。これ高いやつね。高いやつ、高級品。高いやつは70センチだったりするらしいんだけど、安いやつは60らしいんだよ。で、ここにあったのは、そんなね、大病院の MRI じゃないから、この60センチの安いやつだったんですよね。だから、高さがね、普通のやつより10センチ短いわけですよ。だから、こっちの高い方だったら、多分何の問題もなく入れたんだけど、まあ、残念ながら、穴が小さいやつだったから、ギギ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 ってなったわけですね。うん、そうなんですね。まあ、そういうこともあったよ。取ってて、何もいいことない。60って言ってもさ、これ60だけど、ここ60かもしんないけど、だってさ、このベッドもあるんだからさ、このベッドの厚みもあるからね。ベッドの厚みプラス、だってこの拘束するためのさ、ジグの厚みも必要なんだから、実質の有効寸法はもっと狭いわけですよね。何にもない時が60で70、60か70っていうだけの話で、実際はベッドが入るし、上のところの拘束するための固定ジグもあるわけだよ。まあだから皆さん入ると怖いじゃないですか。あれめちゃくちゃ狭いじゃないですか。だって顔面ですらさ、顔面というか頭の MRI 検査も受けたことありますけど、まあやってみるとわかるけど、結構天井近いっすよね。結構天井近いっすよね。元と頭ですら結構スレスレだもんね。まあそんなこともありましたわ。そんなこともあったんすよ。あれ？いいのか。まあ、ということで、まあさっき言った通り、まあ椎間板ヘルニアだということが発覚いたしました。まあ、椎間板ヘルニアの問題点は、まあ特になんか特効薬とかあるわけじゃないんですよね。なんか飲めば治るとかそういう問題じゃないんですよ。そこがね、辛くて、要は、潰れてるわけですよ。潰れてるやつを治すような薬は存在しないわけですよね。こんな薬飲め治る問題じゃないじゃん。もう物理的に潰れてんだからさ。まあ、潰れてるわけですよ。物理的に潰れてんだから、なんか薬飲め治るってわけじゃないんだよ。こうなってるわけだからさ。こうなってるわけだよ。ブチューってなってるわけだから、薬飲め治るわけじゃないんだよね。薬飲め治るわけじゃないからさ。こうぶつかってるわけだからさ。薬飲んだとって、これへっこむわけないんで、まあ、要は今も痛いってことですよ。薬を飲んだとて、まあ、鎮痛剤で痛みを抑える以上のね、治療っていうのはね、現状ないわけですよね。だから鎮痛剤をもらってね、飲んでますけど、まあ、痛いわけですよ。だからこいつを引っ込めるのは、まあ、ね、まあ一般的にはなんか3ヶ月ぐらい様子見するらしいですよね。まあネットで見る限りね、別に先生に聞いたわけじゃない。なんか忙しそうだったからさ、そんな細かく聞いてる感じじゃなかったんで、めっちゃ混んでたから、そんなね、めっちゃ聞いてる時間なかったからさ、そんな聞いてないけど、まあ、ネットで調べた感じは、やっぱり一般的には3ヶ月ぐらいその鎮痛剤とか飲んで、ちょっと様子見するっていうのが多いらしいっすね。3ヶ月で様子見してると、軽症であれば、このね、出っ張った部分が、戻ってって、なんかね、なくなることもあるらしいんですよ。この出っ張りが元に戻る場合もあるし、
元に戻らない場合でも人間の体って順応性があるから、この神経を圧迫した状態でも、なんか痛みを感じなくなるっていう境地に達することもあるらしいんだよ。出っ張った状態でもね。だから、治ったっていうのは、これが戻ったパターンと、人間の体が順応して、痛みを感じなくなったか、の2パターンがあって、まあ、それは両方とも実現できなかった場合は、まあ、諦めるか。ミッチーさん、ヘルニアは1箇所、手術適用外ですか ?320 円ありがとうございます。まだわからないですよね。まあ、そういうことですよ。そういうこと。だから治らんかったら、こいつをぶった切る手術が必要だってことだね。まあ簡単に言うとぶった切らなきゃいけないわけですよ。まあ出っ張ってるものは切り取るしかないよねってことで、まあ治らなかったら、まあここをぶった切るか、こいつをぶった切る手術ね、こっからね、この背中からこう突き刺してさ、こういうなんか、突き刺してこういうなんか、言われるじゃない。まあいろいろ方法はあるらしいんだけど、なんか腹腔鏡みたいなやつでぶった切るやつと、顕微鏡で見ながら、こういう監視みたいな長細いなんかつまみみたいなやつで引っ張り出す手術とか、まあいろいろ方法はあるらしいんだけど、まあそれでぶった切るか、まあ最近の治療法の一つとしては、ここにね、注射を打ち込む。ここに注射を打つ。ここに注射を打って、これ針で刺してね、これ X 線で、X 線テレビっていうやつで、X 線 TV ってやつで、このここを撮影しながら針を突き刺して、ここに薬剤を注入するっていう、方法もあるみたいですね。まあ、それの場合は入院は必要なくて、まあ、一般的には日帰りか、まあ、様子見で1日入院するか、ぐらいで済むらしいんだけど、まあ、治る可能性は7割ぐらいらしいんで、この注射方法で治るの7割で、全てに適用があるわけじゃなくて、この出っ張り型とかで、これが有効なやつもあれば、有効じゃないやつもあるらしいね。有効なやつの場合は7割ぐらいの人はこれ注射をぶち込むと、まあ、治るらしいんだけど、なんか腐ってなくなるのかな、よくわかんないけど。森森さん500円、腰も肩も痛いとおっしゃっていましたが、吉さん昔から肩こり体質ですか。子供のことは肩こりひどかったんですけど、まあ、最近はひどくないですね。注射を打つっていうのもある。切り取る場合は、なんだろうね、2、3週間ぐらいはもうね、マジで痛いらしいね。2、3週痛い。まあ、大体入院は1週間から2週間らしいよ。手術する場合はね。手術する場合は1週間から2週間。注射打つ場合は日帰り。こんな感じらしいですね。ただこれはね、もっとひどくなってからだと思うから、私はそんなにひどくないと思うんだよね。自己診断的にはね。マジで痛い人は、寝てる時も激痛で寝れないらしいし、あとは、トイレすら行けないという状況にもなるらしいんですけども、まあ、私はそこのレベルまでは達していません。座ってれば痛くないんですよ。今痛くないんですよ。座ってるから。座ってると痛くないんですよ。立ってる時だけ痛いんですよ。歩けないんです、基本。歩くとめっちゃ痛いんですけど、歩いていなければ痛くないんですよ。だから、まあ、5段階ぐらいで言えばレベル2、3ぐらいだと思うんですよね。YSKM さん、320円。神経焼き切るレーザーもある。注射では治らなかったら考えてる。ああ、なんかレーザーとかもあるよね。レーザーのやつって保険効かないんじゃなかったっけ？レーザー治療。保険効かないんじゃないの？確か見てた時保険効かんって書いてあったけどね、レーザーのやつ。そういう感じです。だから歩行困難なんですよね。で、今は、最高の激痛のレベルが10とすれば、今4ぐらいまで収まってます。一番痛かった時が10だと、今4ぐらいの痛みですね。普通に歩くことはできてます。ただ、5分ぐらい歩いてると、めっちゃ足が痛くなってくる感じかな。一番痛かった時は、もう一歩も歩けんかったから、一歩も歩けないレベルで痛かったんですけど、今は5分ぐらいは歩けます。5分ぐらい歩いてると足がめっちゃ痛くなってくるので、まあ基本歩きたくないんだけど、ただ5分ぐらい歩ければトイレとかね、ちょっとしたね、風呂に入るとか、まあ洗濯物するとか、まあ飯買いに行くぐらいだったら、まあギリできるんですよね。だから一人でなんとかなってますけど、マジで痛かった時は本当に一歩も歩けんかったんだよね。
座ってたり寝てたりしたら痛くないけど、一歩でも立ち上がろうもんだったら激痛が、起きておりました。で、なんでなったかっていうと、まあ体重が重いのが、まあ最大の原因だとは思うんだけど、なんでかなと。なんでヘルニアになったのか。まあ簡単に言うと、このね、椅子のせいだと思ってんだよね。椅子の座り方。まあ座ってでしょ、こうやって。ちょっと絵が、もう、絵が下手すぎて、こうやって座ってんじゃん。こうやって椅子に。これ椅子だと思ってね。チェアに座ってでしょ？チェアに座ってるわけですよ、こうやって。チェアに座ってて、ここにアームレストがあるじゃん。これアームレスト。これアームレストがあるわけです。アームレスト。アームレストがこうついてるじゃん、椅子に。こうなって。感じで。で、あるじゃん。で、どうやって座ってたかっていうと、こんな感じでね、こんな感じで、こう手をついて、こうやって座ってたんですよ。こんな感じ。わかる？わかります。こんな感じで、ずーっと座ってたんですよ。なんでかっていうと、この横幅が、高級の20万円もする高級オフィスチェアを買ったわけですよ。前言ったと思うんだけど、20万もする高級オフィスチェア。320円。YA3、3万円ぐらい。月よりいいけど、怖い。人柱頼む。椅子がでかすぎて、20万円の椅子って基本的にね、値段が高いやつってでかいんですよ。それは当然ですよね。安いやつはでかくするとコストが上がるから、まあ小さくできてるけど、まあ高級品は金があるんで、まあゆったりサイズなんですよ。ゆったり設計なわけですよね、基本的に。そうするとでかいから、ちょっとここの持て余してて、このね、こことここの間が、このね、こことこのここの間がさ、広いんですよ。そうするとさ、なんか手をつこうとすると、どっちかにさ、体重をかけないと、なんか遠いんだよね。だからこんな感じで座ってたわけです。しかもいつも同じ方向で。いつも左側にもたれかけるように座ってたんですよ。そうするとさ、これ、ね。こうなってんじゃん。こう、ぐにゅってなってんじゃん。つまり、何が言いたいかっていうと、この状態で座ってるからさ、要は、こうなってて、要は、こうなってるわけですよ。こう、斜めになってるからさ、こうなってるわけですよ。こうなってるわけですよ。ギクリチャンネルさん、100円ありがとうございます。ページーズさん、医療従事者です。脊椎の手術専門病院で10年以上働いてます。痺れが出たらすぐに専門病院にかかってください。痺れが麻痺に変わり、手術しても回復に非常に時間がかかります。医療機関を探す気づきは、脊椎、手術券300ページ以上ということを目安にしてください。まあ、一応ね、そこら辺の、なるほどね。痺れはないんですね。痛いだけで。多分そんなにね、重症じゃないと思うんだよ。じゃけ。痛いけど。重症じゃないから痛くないわけじゃないんだよね。こうなってるわけですよ。要はこう、この状態だったらこう、ブチューってなるでしょ。ブチューっていう状態でずっとね、座ってたせいで、しかも体重が重いじゃない。こんな姿勢でずっと座ってたわけで、それをね、もうずっと座ってるときはずっとこの姿勢でパソコンとかやってたわけですよ。動画編集とかも昔こうやってたわけですよ。まあ、最近出してないけど。こうなるわけですよ。ブチューってなって、こう飛び出たんでしょ。多分そう思ってるんだよ。実際にこうね、この姿勢でこうブチューってなる側の足が痛いんで、ブチューってなる側の足が痛いんですよね。もうなんかブチューってなってそう側の足がちゃんと痛いんで、やっぱりこれが原因なんじゃないかなと思っております。で、まあ一応今はなるべくまっすぐに座るようにしてるけど、感じですね。椅子買い替えようぜ。でも椅子買い替えようって言ってもこれ20万もしたからさ、まあ、10年ぐらい持ってもらわないと困るわけですよね。野鳥さん、私もその座り方で背骨が正面から見て S 字に湾曲してしまい手術をしました。肘掛けに頼ると危ないですね。そうだよね、これ肘掛けない方がいいかもしれないね。肘掛けに頼って体をね、肘掛けに体重をかけると、やっぱり骨曲がりますよね。山田プロジェクト翔さん320円。デブパワーで元気な大きくて茶色い物体を出そう。それうんこのこと？そういうことです。
まあそんな感じで今激痛なんですよね。でだいぶ痛みが収まってきてるので、このまま治ってくんねえかなと思ってて、今安静にしている状況です。下手に動いてさ、またブチがさひどくなってまた困るわけだよ。このまま治らんかなと思って、もうなるべく動かないようにしてるわ。もうずっとなるべく痛くないような姿勢でも安静にしてます。基本的になるべく歩かないようにしてます。ただ歩かなかったり安静にしていたら治るのかという、そういうエビデンスは特にないらしいので、まあ動かなければ治るのかっていうのはまあわからないですね。にゃーさん、怪しい中華のコルセット買ってみようよ。別に中華製のコルセット買わなくても1000円ぐらいで売ってるじゃない、日本で。普通に薬局で1000円2000円で売ってますよ、中華製のコルセット買わなくてもね。まあそんな感じです。まあ病状としてはそういう感じ。バランスボール諏訪吉さん、悪化すると小便垂れ流しになると言われました。そうだね、おしっこ垂れ流しになるようなレベルに達するともう手術をすぐにしないといけないらしいですね。まあそれがね、今最高レベルのやばい状態が、うんこもおしっこも垂れ流しになるって状態が一番やばい状態、それは即手術らしい。コムコムさん、私もつい最近までヘルニアと、何これ、座骨神経痛っていうのはヘルニアのこと一緒だよね。あーもう何これ、ちょっとバグってる。よかったです。今はストレッチをしてかなり良くなりました。まず寝ながらでもいいのストレッチをお勧めします。ダメージを受けたかったらストレッチして運動しないとダメです。運動だけでも筋とか痛みます。痛みが落ちたストレッチをしてください。これもよくわからないんだよね。いろいろね、言う人がいるんだよ。こうすればいいですよっていうのはね、もう死ぬほど言われたんですけど、まあ人によってね、言ってることが違うんですよね。私はこうしたら良くなりましたっていうのはめちゃくちゃいろんな人からね、言われるんですけどね。ハッチさん、ありがとうございます。買いたい売りたいさん2000円お大事にしてください。ありがとうございます。まあいろんなね、こと言われたり、まあ皆さん言ってること違うんですよね。まあダイエットと一緒だよね。こうすればいいよって、ああすればいいよって、やっぱ人によって違うんですよね。コジラウルさん3000円、こんばんは。めっちゃ奇遇なんですが、15日同じく重度の椎間板ヘルニアで緊急搬送されました。昨日退院してきました。このままだとうんこも小も垂れ流しになるって言われました。それは重病ですね。私のレベルとは多分違うね。私はそこまでは行っていないので、まだ大丈夫かもしれないね。ゆうさん、少額ですか、何かの足しにでもお大事にしてください。ありがとうございます。とりあえず痩せろは全員言ってると思う。そんなのはね、言われなくても分かってることをわざわざ言わなくていいと思ってんですよね。とりあえず痩せろとか言われても痩せられるものではないんですよね。言われたから痩せたら今太ってねえんだよって言いたいんだよ。ぶっちゃけね。なんかね、親切精神で言ってますよとか言われることあるんだけど、親とか、じいさんばあさんとか、めっちゃ言われるんだけど、会うたびにもう痩せろ痩せろいい、もうずっと言われるから、一日中言われてるから、もう嫌になってくるよ言われすぎて。あの、結婚しろって言われるのはもう言われなくなったんだ。結婚しろはもう言われなくなったんですけど、あの、最近は痩せろはもう口癖のようになってるんで、まあそれはね、困ったもんですよね。言われて痩せたら困ってないんだよなって思うんですよね。橋場さん100円、ありがとうございます。チームデウスチャンネルさん頑張ってください、ありがとうございます。新治郎さん、治療代2500円、ありがとうございます。本当痩せろって言えば痩せると思ってる人多いっすよね。痩せろって言っても痩せないから痩せないんだよね。痩せる方法を教えてほしいよね。そんなことよりも、定規は再販してくれませんか。定規再販してくれないって言っても結構な期間販売してたと思うんだけどね。国領さん、治療手当としてすかなからずどうぞ、ありがとうございます。まあそのね、病状については以上です。
まあ、何か質問があれば、あとは雑談して終わろうかと思っております。まあ一応ね、9時になったらやめます、今日は。動画を出す予定は、まあ来週出そうかなとは思ってるんですけども、どうですかね。ちょっとね、あんまり余計なことして、また足のあの激痛を味わうとなると怖いですよね。動画撮影しようと思うとやっぱり歩き回らなきゃいけないんだけど、あの激痛ちょっとトラウマなんですよね。めっちゃ痛かったからね。多分皆さんが想像してるより痛いんですよ。皆さんが多分思ってる痛いんだよ。これはまあ説明がしにくいし、こいつ大げさだなと思ってるかもしんないけど、いやマジで痛いんだよね。マジで痛い。あれを考えるとあんまり歩きたくないんですよね。いや体重減らさないといけないと思うんだけど、体重減らすにしても足痛いし、なんか難しい問題ですよね。痩せるためには歩かなきゃいけないけど、歩くと痛いし、かといって食事を減らすにしても、全く動いてないとなるとめちゃくちゃ減らさないといけないけど、そんなことできるわけもないしっていうね、もう積んでる状態ですよね。のぞみはやぶささん500円、吉田さんのおすすめの富士通ノートでいいですね。会社に買ってほしいなって思ってます。あの富士通のノートね、なんか耐久性ないらしいよ。なんかすぐ曲がったりへこんだりするらしいけど、まあ でも大抵のモバイルノートそんなもんだよね。レッツノートもなんかすぐへこむし、なんかすぐ剥げるしね。やっぱりあの軽さ重視のやつってあんま耐久性ないっすよね。イゲさん、今は X の頻度上げ収入得てる感じ。あんなのは収入月5000円ぐらいにしかなってないっすよ。もんじゃの青眼鏡さん320円、本当に言われたら痩せたら苦労ないわ。そうなんですよね。痩せろと言われて、痩せてたらどこにもデブは存在しませんね。ヘルニアに水泳はダメなの？マジで。あのプール行ってた時はめっちゃ痩せたんだけどね。一回プールに、何だったかな、何年ぐらい前かな、ゆうさん2000円、赤福代、ありがとうございます。赤福、名古屋駅でしか売ってないからね。名古屋駅まで行くこと最近ないからな。プールダメなんだね。ね、10年ぐらい前にプールで泳いで、結局は何キロ痩せたかな ?20 キロぐらい痩せたと思う。20キロちょっと言い過ぎやん。15キロぐらい痩せたと思うんですよね。2ヶ月ぐらいで15キロぐらい痩せたんで、プールって多分めちゃくちゃ効果あるんですよね。あるんだけども、まあ、続けられないですよね。めんどくさすぎて。プールなんてさ、わざわざさ、あの市民プールみたいなとこ行ってたんですけど、まあ、近所でもなかったけど、近所でもない市民プールに行ってたんだけど、あの回数券買ったね。あ、自分を追い込めるために一番高い回数券。いくらだったかなんか満タイのクソ高い回数券買って、それで自分を追い込むためにその回数券買ってやってたんだけど、M さんお大事なさってください。ありがとうございます。で、まあなんかね、太ったおばちゃんと一緒に歩いてたよ。A4 さん、治療費の足しにありがとうございます。結構ね、歩いてる人いっぱいいるんですよね。ぶっちゃけ泳いでる人あんまいないよ。まあ、ガチ勢っていうのももう確かにいたけど、なんか筋肉ムキムキのね、筋肉ムキムキのなんかガチ勢みたいな人も、まあ一人や二人いたけど、まあほとんどはもうおばちゃんと、じいさんばあさんとおばちゃんが、あの、プールの端っこにあるウォーキングコーナーみたいなとこあるんで、大抵あるよ。大抵のあの市民プールって歩くコーナーあるんだけど、端っこにね。そこでみんな泳いでますわ。あの、泳ぐコーナーガラガラなんですよね、大抵。その歩くコーナーだけ混んでて、泳ぐコーナーはマジでガラガラで誰もいないんですよね。もうほとんどそうだよ。で、それでまあずっと一緒にね、おばちゃんとじいさんばあさんと一緒に歩いてたことはあるね。駄菓子200円。駄菓子さん200円。イヤホンとか机の上でできるものはどうでしょう？イヤホンのレビューしてしたの見たいですかね。だって音ってやっぱりさ、皆さんにお見せすることできないし、まあぶっちゃけこんなソニーのヘッドホンでいいかなと思ってんすよね、これ。今使ってますけど。ソニーのヘッドホンのいいところは、何なんすかね、電池の持ちがめちゃくちゃいいっすね。多分ね、これ最新のやつね、普通に1日使ってても電池なくなったことないんで、普通に20時間以上持つと思うんですけど、まあイヤホンを使わない理由、ヘッドホンを使う理由は、イヤホンだと電池の持ちが悪すぎて、1日持たないんですよね。あれ大体8時間ぐらいで切れるんですよね。ヘッドホン電池の容量でかいから。
ヘッドホン使ってるんですけど、ヘビーメタルゴリラさん、800円。先日変えたの基板蒸気はハイクオリティで常用しています。お大事なさってください。良くなりますように。ありがとうございます。基板定規を常用してるって珍しいね。個人的にあの基板定規ね、やっぱりネタ製品であって実用性はないと思ってんだけど、使ってる人いるんだね。ぶっちゃけあれ使いやすいとは思わなくて、私使ってないんですけど、基板定規ね、自分で作っといてなんだけど、基本的にあの、まあ、神話とかの、あのステンレス定規使ってる。これがやっぱり一番使いやすいよね。申し訳ない、自分で売っといてなんだけどさ、この神話のステンレス定規一番使いやすいよね。あの15センチのやつね、みんな持ってると。まあね、あの工場系というか、あの理系とかなんていうの、その現場とかの人は持ってるでしょ、この15センチ容器。大体胸ポケットに入ってるでしょ、あれが一番使いやすいよね。申し訳ないけど、イーサイセイさん2010、なかなか足なかったの心配してました。お大事に。ありがとうございます。クーラーさん500円。痛み止めは飲んでいますか？痛み止めは、痛み止めは何だったっけな。痛み止めは、あの、ロキソニン。まあ、ロキソニンと、クーラーさん、スマホとかタブレット。ありがとうございます。ロキソニンとこう、プレガバリンっていうのが処方されてるね。プレガバリン。なリリカっていうやつだね。の、リリカってやつのパチモンだね。パチ医薬品だね。まあこれは、あの、椎間板ヘルニアの鎮痛剤としては、まあ定番中の定番というか、大抵これが処方されるってやつだね。プレガバリン。まあ大抵これが処方されるらしい。ただし、めちゃくちゃ副作用があって、大抵眠たくなるらしいんですけど、若干眠いかな。若干眠いけど、そこまで眠くはないですね。ただ効果は全く感じない。ぶっちゃけこいつを飲んだから痛みが収まったかっていうと、まあ何の効果も感じてないけど、まあ一応処方されたんで飲んではいるけど、まあ、効果はないですね、今のところ。フレーカバリン。まあこれも鎮痛剤なんですけど、まあ何が違うかっていうと、よくわかんない。ロキソニンってやつは、ロキソニンとかイブプロフェンとかとは、違った作用で鎮痛作用を発生するのがプレカバリンってやつらしいんですよ。まあ脳に作用するのかな。なんか依存性とかもあるらしいけど。しぶきさん、メンバーシップギフトありがとうございます。まあそんな感じだね。クーラさん500円。話を聞く限り神経痛じゃないので、プレカバリンはあまり効かないかも。いや、神経痛だと思うけどね。いや、今の話聞いて神経痛じゃないっていうのはちょっとおかしいと思うんだよね。もう完全に神経痛の痛みだと思うんだよね。神経痛の痛みとさ、あの、なんかそうそう、炎症性の痛みって違いわかるよ、さすがに。これは神経痛の痛みだなって痛みだもん。痛みだよ。これは違いはね、多分ね、わかるよ、普通に。あの、神経痛の痛みと多分ね、あの、なんか普通に関節が痛いのやつのね、痛みの違いはわかるよ。さすがにね。違うもん、痛み方が。全然。全然違うもんね。のぞみはやぶささん、進路後は決まりましたか？あ、進路後はまだ決めてないですね。進路後というか、まあ、追加のロゴですね。前で募集したやつは、まあ、あれはあれでいいんだけど、あれ使いにくい時が多いんですよね。なんか複雑すぎて、複雑すぎるのと形状がなんかガタガタしてるから、なんか使いにくいことが多いんで、まあ、使いにくい場合に使うバージョンのロゴを今、はい、制作中です。まあ、併用していく感じですね。中スタジオさん、200円。Y は股関節を痛めています。股関節痛めたら痛いよね。ハイトゲージは買いましたか？そうなんだ。ハイトゲージが欲しいんですよね。ハイトゲージが欲しいんだけど、ハイトゲージ高いなぁと思ってるんだよね。三つ豊のやつ、普
通に20万円近くするんだよね。600ミリのやつ高いっすよね。手術になるの、多分手術はしないんじゃないかな、今のところは。もうちょっとひどくなったら手術しなきゃいけないってなるかもしれないけど、今のところね、収まる方向には一応なってるんで、まあ大丈夫だと信じたいんだけどね。もしかしたらめっちゃ痛くなるかもしれないね、再び。そうなったら手術かもしれないね。しぶきさん、定規買えなかったのでまた販売してほしい。まあ定規販売するのはいいんだけど、何、30センチがいいの、15センチがいいの、どっちがいいんですかね。あの30センチね、30センチ定規は多分使い勝手悪いんで、皆さん15センチのがいいのかなと思ってるんですよね。もしね、追加で作るんだったら。15センチ、30センチ、どっちがいいですか。15センチだよね。やっぱり30センチってやっぱり現実的じゃないよね。あんまり売れ行き良くなかったしね。まあ15センチじゃないと筆箱に入らないもんね。胸ポケットとかにも入らないし。セットはね、セットするのがめんどくさいんだよね。やっぱり15センチだよね。じゃあ、あの30センチ定規を2分割したバージョンを、あの30センチ定規って実は15センチに、あの15センチ定規2種類作れるようなデザインになってるんですよね、実はあれね。なので、半分にぶった切ったバージョンを2枚セットで売りますかね。まあ、999円で売りたいんですよね。あんまりぼったくりするとなんかイメージ悪いじゃないですか。あーとかさ、めちゃくちゃ高いじゃん、グッズ。送料がなんか600、700円取られて。あれ誰が買ってんだろうと思うんだけど、めっちゃ高いよね。送料も取られて、あの値段でよく売れるなと思うんだけど。うん。折りたたんで30のもある。基板定規で折りたためなくない？そんな構造無理でしょ。基板だし。今日の配信はアーカイブされるの？うん、アーカイブされるんじゃない？余計なことはまだ言っていないと思うんで、まあ、アーカイブされるんじゃない？余計なこと言ってる場合は消してる感じかな。まあ、今日はまだ言ってないでしょ、余計なこと。フェルニアは年取るほど治ると聞きました。うん。ダメな子さん1000円。なんとか解放に向かってくれることを祈っています。ありがとうございます。ゲーミングチェアよりアーロンとかの方がええで、アーロンチェアがいいっていう人は多いんですけど、アーロンチェアを買わない最大の理由は、あの座面が高すぎるんですよね。あの日本人向けに設計されてないでしょ、あれ。あの外国人向けに設計されてるんですよ。180センチぐらいの身長があり、かつ靴を履いて生活する場合の寸法に作られてるんですよね、アーロンチェアって。日本人向けに作られてないんで、足つかないんですよね。かかとがつかないというか、なんていうの、太ももが圧迫される感じ。まあ皆さん言ってますけど、あれ、がたい身長が高くて、座高が低い人。いや、モデル体型の人にはいいかもしれないけど、私みたいに短足で身長もそんなに高くない人にはちょっと厳しいんですよね。ニトリですら高い。そうなんですよ。ニトリでも高いっていうのは、あれ、海外製の椅子を輸入して日本向けとして販売してるでしょ。そういうやつは、あの座面高いんですよ。で、日本のメーカーが日本人向けに設計してるようなやつは座面が比較的低いです。それでも高いけどね。それでもやっぱり座面ちょっと高いなと思うんだけど、黒海さん1000円、こんばんは。ありがとうございます。まあ、基本的にはまあ、海外向けのやつは座面が高いですね。インボイスは終わりましたか？インボイスは終わりましたかというか、確定申告の話？インボイス事業者に私なってないんで、インボイスは関係ないですけど、確定申告については、1月の中旬ぐらいの時点で、まあ、税理士の方に渡したんで、まあ、今申告されてるかどうか知らんけど、うん、まあ一応私がやるべきことは終わってますね。あの、税理士が処理待ちって感じかな。税理士の処理待ちって感じっすかね。
まあ確定申告は今年はしない、今年はするもんか、リーダーを許せんっていうのが X で話題になってましたよね。でもまあとは言っても確定申告しなかったらね、どっかの AV 女優みたいにね、追徴課税8000万円とか取られてしまいますからね。彼らは鬼ですから。政治の先生頼んますぜ。うん、まあ金払ってるからね。結構どうなんすかね、税理士の人儲かるんかな。でもあんま儲かってるようには見えんけどね、税理士って。うん、やっぱり工数必要だもんね。あ、入力しなきゃいけないじゃない。まあ税理士っていろんな頼み方がありますけど、まあ一番安いのは確定申告だけしてもらうパターンね。確定申告だけよろしくっていうのが一番安くて、2番目に安いのは入力は自分でしますってやつね。向こうからね、なんかウェブ上で入力するかいろいろ方法あるかもしれないけど、ソフトを渡されて、これ自分で入力してくださいと。確定申告はやってあげるけど、入力は自分でしろってやつが、まあ、よくあるパターンですけど、あとは全部丸投げ。全部丸投げは大抵高いっすね。ライオンさん、500円。自分の場合は数ヶ月駐車しても変わらず、椅子をコンテスターにして座り方を気をつけたらよくなりました。吉田さんの言う通り、椅子の座り方が原因の可能性もあると思います。ちなみに私が今座ってるやつがコンテスターですね。岡村のコンテスターですよ。今座ってんのコンテスターだよ。税理士は仕事が増えすぎてお断りされるらしい。そうだよね。さすがにめんどくさすぎるよね。まあ、インボイスもめんどくさいけど、まあ、インボイスでクソめんどくさいのに、まあ、さらに今年の1月からは、電子記録の義務化が始まったんですよ。これなんで誰も騒いでないのか意味わかんない。インボイスめっちゃ騒いでたのにさ、なんで電子記録の義務化は誰も騒いでないのかマジで意味わかんないんだよね。インボイスよりもさ、電子記録の義務化の方がクソめんどいんだけど。肉まんさん、吉田さん動画更新の間に VTuber に払いましたが、吉田さん VTuber 化する予定はありますか？ VTuber にはならないね。なんかめんどくさいし。だってこれだったら文字流しとけばいいだけでしょ。 VTuber だったらこれ動かさなきゃいけないじゃん。インボイスもクソめんどいかもしんないけど、電子記録のもうクソめんどい。電子記録マジめんどくさいんだよな。何がしたいのかマジで見るから頭おかしいよね。マジめんどくさいんだよな。絶望してるよ。まあ具体的にどう変わったかっていうと、まあ興味ないかもしんないけど、紙の領収書、PDF で送られてきた、紙の領収書、例えばウェブページ上に表示された領収書とか、メールで送られてきた領収書とか、そういうのは認められなくなったんですよね。印刷して、今までは印刷して保管しとけばそれで OK だったんですけど、まあ、今年からそれを印刷して保管する、まあ、それ保管しといてもいいけど、それはまあ領収書としてまあ認められませんよというふうになったわけですよ。どうしなきゃいけないかっていうと、検索できるシステムに、PDF のまま保管しとかなきゃいけないんですよね。シャケラさん500円。おそらくマグネシウム不足です。入浴にマグネシウム入れて吸収してください。いや、マグネシウムで治ったら困らんと思うけどね。そう、めちゃくちゃめんどくさいんですよね。メールで送られてきたやつができないし、例えば Amazon のウェブページ上に表示されるあの領収書あるじゃないですか。あれを印刷して領収書ですっていうのは認められないですよね、今年から。わざわざ検索できるシステムにそれをわざわざ一個一個登録して、ってなるよね。クソめんどくさいで。100枚あったら100円一個一個保存していかなきゃいけないんだよ。クソめんどいよね。やばいよね。クソめんどくさいってレベルを超えてもう発狂もんだぜ。マジで一人雇わんといかんぐらい生産性が低下してるんですよね。マジやばい。吉田さん、最近ハマってる食べ物ある？最近ハマってるものね、こっちに引っ越してから、この家に引っ越してからまずハマったのは味噌カツにハマったね、味噌カツ。まあやっぱり名古屋といえば味噌カツでしょ？味噌カツ好きだったんだけど、
まあ、群馬には味噌カツ屋なんていうのは、まあ、なく、味噌カツ屋はないけど、まあ、とんかつ屋で味噌はあったりしたけど、味噌カツっていうのはまあ、群馬でも普通にあったけどね。やっぱりちょっと違うわけですよね。やっぱりこっちの味噌カツの方が明らかにうまいわけですよ。なんかもっとシャビシャビなんだよな。なんかね、そのパチモン系の味噌カツってなんかドロドロのなんかギタギタみたいな、なんか粘土みたいな味噌かかってるけど、こっちの味噌カツってなんかシャビシャビ系なんだよね、もうちょっとね。もっとなんかサラサラしてるんだよね。あの味噌カツうまくて、一時期その味噌カツ食いまくってた。ほぼ毎日昼飯味噌カツ食ってたんだけど、あの毎日食ってたら、1ヶ月ぐらいで飽きて、ほんと毎日味噌カツ食ってたんだよ。で、1ヶ月ぐらい味噌カツ食い続けてたら、飽きて、まあ、マジクソ飽きて、もう今も全く食いたいと思わなくて、最近食ってないですね。ああ、聞こえない。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。このオーディオテクニカのね、マイクね、ここにね、タッチパネルのね、ミュートボタンがあるんですけど、これね、マジでちょっと触っただけでね、ミュートになるんですよ。オーディオテクニカさ、あかんで、これ。あかん。設計がね、まずい。マジで設計がね、ダメだよ。こんなもちょっと触っただけでミュートになるってあかんで。そう。そうか、今まで喋ってたら聞こえてなかったの？そう、結構前から聞こえてなかったのかな？味噌カツにはまり、味噌カツにはまり、なんだったっけ？唐揚げにはまり、で、両方とも飽きて、で、次はね、次はブロンコビリーにはまって、ブロンコビリーに行きまくって、でこのサラダがうまいなと思ってサラダを食いまくって、サラダをいっぱい食うことによってメインメニューのこのステーキとかハンバーグが腹がいっぱいで食えないっていう、まああるあるのね、まああるあるの状況に陥って、うお気持ち悪いとか思いながら、もう腹いっぱいなんだけどって思いながら、メインディッシュのステーキとこのハンバーグを食うっていうね、いうことを繰り返し、ブロンコビリーで行きまくってたんだけども、ちょっとブロンキビリーだけだと面白くないなと思って、ステーキ屋巡りを始め、何宮に、ステーキのあの宮に行ってみたり、宮のタレで有名なの宮ね、宮に行ってみたりとか、ステーキガスト行ってみたりとか、あとは何だったっけ、いきなりステーキか、いきなりステーキに行ってみたりとか、まあいろんなステーキ屋巡りを始め、めちゃくちゃ金かかるなと
思って途中でやめたんだけど、毎回3000円4000円でかかるからさ、毎日のように行ってたらめっちゃ金かかって、ちょっと金かかりすぎだなと思って途中でやめたんだけど、まあそんな感じでステーキ屋巡りにハマったことが、ハマってました。まあ結論的に言うと、ブロンコビリーはうまいんだけど、やっぱりちょっと混んでるんですよね。混んでる、人気な、これ多分一番人気なんですよ。まあ圧倒的人気すぎてめっちゃ混んでるんですよ。あのなんか3時ぐらい、昼の3時ぐらいに行っても普通に混んでるし、なんか夜9時とかに行っても結構混んでるんですよ。めっちゃ混んでるんですよね。めっちゃ混んでて、ちょっと居心地が悪いんですよね。なんかちょっとリア充どもがさ、リア充どもがワイワイと飯食ってる中で、一人ぼっちで、あの、広い4人掛けのね、4人掛けの椅子で、4人掛けのあのボックス席で一人で食ってると、ちょっとなんかちょっと違うなと思ってブロンコビリー行くのやめたんだけど、それが原因で行かなくなった。ちょっとなんか、周りの目線が気になるっていう状況で、ちょっと行けなくなっちゃったんだよね。で、最近よく行ってんのはステーキミヤだね。マジで客いない。マジで客一人もいない。マジで客いないんすよ、ミヤ。マジ客いないから快適だよ。マジ客が一人もいないんですよ。本当にね、誰も客がいなくて、マジで快適。渡部さん320円。名古屋の味噌カツといえば串カツですか？八丁？ん？八丁屋も有名ですね。それは知らないけど、味噌カツといえば別に串カツってわけではないと思いますよ。もともとなんかね、味噌おでんの中に串カツを突き刺したところから始まったんでしょ。だけど実際は串カツの味噌カツ屋ってあんまないと思うんだけどね。だから最近ミヤに行ってるんですよね。まあミヤのいいのは客が誰もいないことと、でもね、ミヤが人気ないのはわかるんですよ。ただぶっちゃけブロンコビリーと大して値段変わらないのに、圧倒的にブロンコビリーのクオリティ高いし、サラダもうまいし、これステーキとかも明らかにうまいから、まあミヤが人気ないのはわかるんだけど、でもガラガラだっていうのはいいよね。快適だよね。別にちょっと長くいてもさ、別に何も言われないじゃん。で、その後、ステーキ食いすぎて飽きて、次は高級回転寿司に行くっていうのはハマったね、高級回転寿司。高級回転、なんかね、誰かの YouTube をたまたま見て、回転寿司の動画を見て、高級回転寿司、名古屋の高級回転寿司屋の動画を見て、ああ、そんな店あるんだと思って、ちょっと行ってみようかなと思って行ってみたら、めちゃくちゃうまかったわけですよ。ああ、かっぱ寿司とか、ねえ、何？スシローとか、なんだったっけ、あと、ちょっと名前出てこないけど、あそこら辺とはレベルがちゃうなと、レベチだなっていうことに気づいてしまったわけですよ。ちょっと高い回転寿司ね。100円じゃないとこね。いろんな値段のある、まあ昔ながらの回転寿司ですよ。行ったらめっちゃうまかったわけですよ。そしてその回転寿司に行きまくりまくるっていう、まあ毎回昼飯に、その高級回転寿司に行くっていう生活が今度は始まり、特にね、エビがうまかったね。僕エビ好きだったんです。車エビのね、寿司がめっちゃうまかったんですよね。感動もんでうまくて、こんなうまいエビの寿司はあるのかと思ったんだよね。大抵回転寿司のエビってペラペラじゃん。ペラペラのなんか食い応えがない感じのエビだと思うんですけど、マジで分厚くてでかくて、なんか肉厚でさ、めっちゃうまくて、もう感動したんで、それ食いまくってたんだけど、なんでか知らんけど、途中でなくなって、車エビの寿司なくなったんだよ。なくなって行かなくなった。いつも食ってたんだけど、そればっか食ってたんだけど、なくなっちゃったんですよね。エビに感動したんだけど、なくなるっていう。どこの店あれ、なんて店だったかな。なんて店だ、あれチェーン店だよ。別にチェーン店なんだけど、なんて店だったかな。ちょっと待ってね。ちょっと調べてみるわ。なんて店だったっけ。何だったっけ？ちょっと待ってくれ。まあいろんなとこ行ったんだけど、まあ例えば北米とかだね。ああ、それ最初見たのは北米だ。北米のなんか動画を見たんだよ。北米だっけ？北米だってるなこれ。特米の動画を最初見て、高級の、そう、最初そこ行ったんだよ。特米に行ったんだよね。特米に行っ
で、あとなんか何か所か行ったんだよ。ね、まあ、特兵衛が家から一番近かったんで、ばっかり行ってたけど。特兵衛だよね。特兵衛。特兵衛。でも結構高いよ。で、特兵衛以外に何だったかな、もう一個も行ったんだけど、もう一個もちょくちょく行ったんだけど、そっちはね、同じような値段なのに特兵衛の方が明らかにクオリティが高かったんですよね。まあ同じような値段でもどっちも高いんだけど、もう圧倒的に特兵衛の方がクオリティ高くて、なんかね、なんかもう一個行った方が名前忘れたけど、そっちもちょくちょく行ったけど、そっちはね、なんかペラかったんだよね。ペラかった。なんていうの？あの、刺身部分がね。吉田さんは下調べしていくの？あんまり調べていい？まあいや、下調べというか、どこにあるかは調べていきますよね。何が食いたい？どこにあるか。混んでそうか混んでなさそうか、一人で行って大丈夫か大丈夫じゃなさそうかは調べていきますね。特兵衛関東にない。特兵衛うまかったんですよね。うん、まあ簡単に言うと、前住んでた時、あの、直樹さん宣言、少しですがお納めください。ゆっくり休んで体調を整えていただいて、また動画再開お待ちしてます。ありがとうございます。うん、元気寿司が美味しい。元気寿司知らないか。元禄寿司か。元禄寿司ってのは行ったことないね。まあ結局さ、家から近いところに行くわけですよ。めんどくさいじゃん。回転寿司行くのにさ、1時間もかけて行こうとは思わないわけで、まあ、なるべくね、近所にあるところに行こうとするわけですよ。僕はかっぱ寿司が好きだと、まあ前から言ってますけども、なんでかっぱ寿司が好きかっていうと、空いてるんですよね。やっぱりあのね、有名100円回転寿司の中では明らかに空いてますから。なんとか大好きおじさんさん200円、黒ウーロン茶代、ありがとうございます。ウオベイ、ウオベイ、まあ、ウオベイも大した変わらんよ味。かっぱ寿司マジで空いてるんですよね。もうウオベイだろうがかっぱ寿司だろうがスシローだろうが、ね、全部言ったけど、まあ、大した味変わらんで、全部一緒。ぶっちゃけ全部一緒で、全部一緒だったらやっぱ空いてる方がいいじゃん。味一緒だったら空いてる方がいいなってことで、かっぱ寿司今も結構かっぱ寿司行きますよ。2日ぐらい前に行ったしね、かっぱ寿司。やっぱりかっぱ寿司客一人もいないからさ、マジで一人もいないんだよ。あの昼と夕方のさ、4時5時に行くと客一人もいなくて、もう貸し切り状態ですわ。もう誰も客いない。マジで客いないんだよ。群馬にいた時も客いなかったけど、愛知に来ても客誰もいないんですよね。ほんと快適ですよ。さすがに土日は混んでる。土日は混んでるけど、平日のもう昼間も誰も客いないわ。12時はさすがに混んでるけど、12時を避ければもう誰もいない。もうほんと快適。あとさ、やっぱりさ、いいチェーン店のいいところは、あの、昼休みないんですよね。投資なんですよ。あの、個人店は投資じゃないんですよね。ここでかいと個人的に思ってて、投資だと空いてる時間に行けるんですよね。特に私なんて、ね、別にね、昼休み行く必要性もないからさ、なんか空いてる時間に行けばいいわけだから、もう空いてるわけですよ。投資でやってるからね、いいんですよね。で、昔の回転寿司はさ、基本回ってるやつを取るみたいな雰囲気だったから、あの、投資でやってても3時とかに行くと腐ったようなね、もう干からびったような寿司が回ってたけど、あの、コロナのおかげでさ、もう回ってる寿司はなくなったわけですよね。もうすべて注文制になったじゃないですか。もう回ってる寿司はないんで、あ、もう何時に行こうが新鮮なのが出てくるんで、まあそこは問題ないかなと思ってます。前はね、やっぱり回って、回ってる寿司屋とか、あの注文がなんか口頭で伝えるやつとかだと、やっぱり回ってるやつを取らないと、全部注文してるとさ、なんかめんどくさくてやってられんかったけど、今はタッチパネルだし、すべて新品が来るしね、いいよね。かっぱ寿司めっちゃ酸っぱい時ありませんか？酸っぱいと思ったことは一度もないね、別に。その後何にハマったかな、そんなもんかな。
あとあれかな、喫茶店。メンバー歴50ヶ月、よささんうなぎ食べんの。うなぎはあんま好きじゃないんですよね。ひつまぶしでしょ、名古屋といえばひつまぶし。でもひつまぶし屋ってあんま見かけないけどね。ひつまぶし屋なんて見かけないけど、まあ愛知県ってうなぎの生産量日本一なんでしょう。日本一かもしれないけど、うなぎはあんまり好きじゃないんですよね。つわきちさん200円、とにかく安静から始めてください。ありがとうございます。神経注射はめちゃくちゃ痛いけど、打った方がいいです。うん、まあ我慢できなくなったらだね。うん。喫茶店ではその次は待ってたの。何?シロノワールだ、シロノワール。シロノワールの通常サイズを食いまくるっていうのに一時期ハマってたね。なんだったっけ?店名は出てこないけど、シロノワールの店だよ。名前は忘れた。コメダだ、コメダ。コメダだね。コメダめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。ビビるで。ビビる。ビビる、ビビビ、めっちゃいっぱいある。やばいよ、めっちゃいっぱいある。もうほんとめっちゃいっぱいあるね。群馬だとさ、あんまなかったし、数が少ないから、なんかすげえ混んでたけど、アンルスさん500円ありがとうございます。あまりなかったから混んでたけど、こっちいっぱいあるから、そんなに混んでないんですよね。結構空いてるんですよ。ガラガラですわ。ガラガラ。いっぱいあるからね。めっちゃいっぱいある。マジでいっぱいある。そこら中にあるわ。コンビニまでとは言わんけどね、牛丼屋並みにあるよ。吉野家並みにいっぱいあるんだよね。米田だらけだよ。だから空いてんだよ。いっぱいあるから。で、まあ、大抵白ノワールのセットと、アイスコーヒーじゃなくて、なんだっけな。アイスティーだ。アイスティーとそのセットの通常サイズをよく食ってたな、一時期。ただ、あれ食いにくいよね。マジでさ、コメダに言いたいんだけど、フォークが小せえよっていうの、もうでかいフォークにしてくんねえかな。コメダさん、ちっちゃすぎない?フォーク。何さ、なんか果物食うようなちっちゃいフォーク、なんなんて思うよね。食いにくいんだよ。ナイフも欲しいっすよね。ナイフとフォークをくれってずっと思ってんだけど、あれマジちっちゃくない?あれ食いづらすぎだろって思ってんだけど、別にナイフとフォーク欲しいわ。ね、思わない?あんなちっちゃいので無知にやり口の中に突っ込もうとするとさ、口の周りベトベトになるしさ、いや、ナイフとフォークくれって思ってんだけど。都内の米田は大概待ち列ができてる。そんなに混んでる見て米田見たことないけどね、ここら辺では。いっぱいあるしね。米田とスタバどっちが多い?米田の多いんじゃない?スタバより米田のが見かけるけどね。言えばくれるんだ。ああ、言えばくれるんだね。うん、特別注文はしたことないですよね。基本標準しか頼まんだからさ。なるほどね。じゃあ今度行った時はナイフとフォークくれって言ってみるわ。でも米田の問題点は、なんかでかいサイズあるじゃん。コーヒーのなんかたっぷりサイズ。全然たっぷりじゃねえだろって思うんだけど、どう思いますかね。アイスコーヒーたっぷりサイズとか頼むんだけどさ、全然たっぷりじゃねえじゃねえかって突っ込みたくなんだけどさ、もっとできんのかなって。高いじゃん。高いのにさ、全然たっぷりじゃねえだろ、もっとでかいのしろやってすげえ毎回思うんだけど、なんかどこがたっぷりやねんって思うんだよね。ちょっとでかいだけじゃねえかよって思うんだけど、全然たっぷりじゃないよね。もっとスーパーサイズとか用意してほしいよね。もっとでかいやつにしてくれ。あと、コメダがコスパがいいかって言われると、別にコスパは良くないと思いますよ。よくなんか、でかいだの、そう、なんか写真と大きさが違うなのって言われるけど、値段高いからね。値段めっちゃ高いからね。あれでちっちゃかったらさすがに暴動が起きるよ。あれ、サイズがでかくて値段が高いから、まあ別に普通の値段だと思うんですよね。ねえ。あれ安ければすごいなと思うけどね。別に大して安くないからね。めちゃくちゃ高いからね。むしろ高いよね。普通に1500円ぐらい行ったりするよ。適当に頼むと。
まあそんな感じです。まあそんなもんかな。飯で、なんで飯の話してんのか分かんないけど、まあご飯系の最近のマイブームはそんな感じですね。あとは行かないっすもんね。コメダ、スタバよりコメダ。ていうか、スタバなんかちょっとおしゃれすぎて入りにくいんだよね、おっさん的には。駅とかにあるスタバだったら、まあ別に普通に入れるけどさ、なんか街中にあるさ、おしゃれな感じのスタバにはちょっと入りにくいっすよね。駅の中に入ってるスタバぐらいって別に行けるけどさ、街中にあるスタバ入りにくいんだよね。コメダはなんかボロボロだから、店が、大体。まあ、特にここら辺のコメダなんて昔からあるから、めっちゃボロボロなんだよ。オンボロでもなんか、色あせた看板と、なんか店内もな結構ボロボロだからさ、入りやすいっすよね。大体ボロボロだからボロいからね、入りやすいんだけどね。スタバは居心地悪いね。スタバはね、ちょっと入りづらいっすよね。一時期スタバもドライブスルーで何だったっけ、なんとかフラペチーノとかハマって、コーヒーのフラペチーノみたいななんかガリガリの氷をなんか燻製したようなやつあるじゃん。あれに一時期ハマって、ドライブスルーでよく買ってたけど、なんか毎回注文に緊張するっていう謎のね、問題があって、なんかちょっと、なんかサイズとかよくわかんないんだよね。なんかどうやって注文していいのかよくわかんないし、なんかちょっと怖くなってあんま行かなかったんだけどね。愛知発祥のパスタデココ。パスタデココって名前だったっけ？パスタデココって名前だった？こんな名前だったっけ？なんかちょっともっとちょっと、こんな名前だった？パスタデココだったっけ？こんな名前だったっけ？パスタデココなんだ、あの店。あんかけスパゲッティでしょ？パスタデココね。パスタでここ。これか。ゴーン。パスタでここね。実はね、パスタでここ最近ね、ハマってるんですよ。最近ね。ここもね、ガラガラなんですね。ここもガラガラ。ガラガラ好きなんですよ。ガラガラチェーン店好きなんですよね。もうガラガラチェーン店マニアと言ってもいいほど、まあ、居心地がいいからさ、もうパスタでココもね、よく行くんですけど、最近ね、特に最近。まあ、パスタでココってこれ全国的にあるのか知らないけどさ、愛知県、岐阜県、三重県、兵庫県にしかないらしいけど、パスタでココね。ちなみにこれね、ココイチだから。ココイチのスパゲッティ屋だよ。ココイチが運営するスパゲッティ屋で、大抵ココイチのすぐ近くにあるよね。大抵ココイチの近くにあるよ。ココイチの近くに大抵店舗があって、まあガラガラなんでね、これもたまに行くんですけど、全然店舗ないじゃん。めっちゃ少なかった。パスタでここんだけしかないんだ。知らんかったな。このミラカンでしょ？ミラカン、あんかけスパゲッティといえばミラカン。まあ、ぶっちゃけそんなにうまいとは思わんけどね。申し訳ないけど。そんなに美味しいとは思わんが、空いてるんで、よく行きますね。最近食ったのは、これかな、この、ナポリタンだ。ナポリタンじゃない、こっちのミートソース。鉄板ミートソースか。鉄板ミートソースを食ったかな。993円のやつ。まあ別に特別うまいとも思わんけどね。トランスターさんをお大事に、ありがとうございます。そういえば、アハも解約しました。アハもはね、解約しましたよ。ウェブ上から解約できず、手紙のやり取りで解約したよ。ウェブ上で解約できなかったんですよ。なんでできなかったか忘れたけど、なんかウェブ上で解約できず、あ、そうそうそう、SIM をなくしたんだ。なんか SIM がないと、なんか解約できないとか言われ、しょうがないんで、なんか手紙でやり取りだったよ。ふわたさん、メンバー歴43ヶ月、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。なんで解約したか。なんで解約したのかっていうと、
あんまコスパ悪いなと思ったんですよね。あれさ、確か3000円でしょ?3、あれね、税込みでいくらだったっけ ?3000 いくらでしょ ?3000 いくらじゃん。ちょっと高いなと思ったわけですよね。3000高くねと思ってやめたんですよね。しかもさ、あれ微妙だと思うのは、容量無限じゃないじゃないですか。容量が無限じゃないのに、なんか20ギガだったかなんかでしょ、容量が。ちょっと微妙っすよね。そこまで容量があるんだったら無制限にしてほしいなってのも思うし、それで3000円ってのはちょっとなんか微妙だなと思ってやめたんですよね。で、今使ってるのは、日本通信だ。日本通信のあの500円、あれな、いくらだったっけ?あの500円ぐらいのシム。なんだったっけ?なんか、違う、300円ぐらいだっけ?めっちゃ安いやつ。あれめちゃ、あれいいよね。日本通信。今使ってるのは、あんまりさ、2021-3200円、D カードも最新さで手紙のやり取りしましたね。そうか、やっぱり NTT ドコモはアナログなんか。これで今このザ合理的プランってやつを使ってます。日本通信SIMの。これの一番容量が少ない 1GB タイプ。290円っていうね、クソ安いやつ使ってます。これいいよ。これ290、これめちゃくちゃいいよね。コメント邪魔か。どれだ、これか。今使っているSIM、まあ、興味ある人いないかもしれないけど、私が使っているのはこの日本通信さんのこの小容量タイプ、合理的、シンプル290円プラン、月額基本使用量290円っていう、まあ、とんでもなく安いやつね。これいいのは、何がいいかって、1ギガしかないんですよ。1ギガまでだったら290円なんですよ。1ギガまでだったら290円。で、これ何がいいかって、これね、1ギガしか使えないわけじゃないんですよ。1ギガしか使えなくて290円だったらちょっと微妙なんだけど、これのいいのは、段階式なんですよね。楽天みたいに段階式なんですよ。で、楽天ってなんか3段階ぐらいしかないと思うんだけど、こいつのいいのは、なんかもう、1ギガ単位で増えていくんですよね。ちょっとなんか逆にわかりにくいんだけど、なんだったっけ。1ギガを超えるのは、100ギガまで1ギガ単位で、容量が勝手に増えていくんですよね。値段書いてないじゃん。わかりにくいな。説明が不十分で、いくらだよ。1ギガ当たりいくらだよ。値段は書いてないんだけど、なんで1ギガ当たりいくら、何 ?1 ギガ当たりいくらだよ。あ、1ギガ当たり220円だ。だから、3ギガって設定すれば、3ギガ、だから3ギガ660円。だから660円分まで勝手に上がっていくんですよね。で、もちろんね、これね、いくらに設定、例えば10ギガって設定してあっても、使った分しか請求されないんですよね。これいいのは。10ギガって設定してあっても、まあ、1ギガしか使わなければ、この、ね、220円で、290円で済むんですよ。290円なんですよ。1ギガまでだったら。10ギガって設定してあってもね。ちなみに上限設定ができるんで、まあ、3ギガ以上は払いたくねって言うなら3ギガって設定しとけば3ギガで勝手に止まります。3ギガ以上は突破しません。その容量設定できるってのもいいんですよね。大抵できないじゃないですか。なんか勝手に上がってって、どん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 、ね、どん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 上がってって、まあ、上限に行ったりすげえ。こいつはちゃんと制限かけられるから、次5ギガまでしか絶対使わねえって言ったら5ギガに設定しとけば、その5ギガの間で220円ずつ課金されていくっていう、まあ、システムですね。私はこいつをメインに使ってます。まあ、外に持ってく用のスマホはこの290円プランで、まあ、だいたい500円ぐらい課金されてるので2ギガくらいしか使ってないのかな。まあ、ネットしかね、外でさ、動画とか音楽とか聞かないから、基本的になんか、ウェブサイトしか見てないんで、まあ、そんなにね、容量使わないんですよね。で、これで、まあ、月々500円ぐらいで、これ600円ぐらいかな。600円ぐらいで済んでます。まあ、あんまり速度は速くはないですけど、
どうすかね、昼間とかめちゃくちゃ遅いね。昼間とか夕方とか遅いけど、まあでもね、まあ正直テキストベースのページ見てる分には困らない程度の速度は出てるかな。こいつでなんか動画見ますとかだと、あの昼間の時間帯とかクソ遅いんでおすすめしないけどね。まあ例えばヤフーニュース見るとか、それぐらいだったら何の不満も感じてないわ、今のところ。まあ、そんな感じ。電話しないの？これで電話はしないですね。電話がしたければ、別に使い放題プレイとかあるから。あ、ちなみにね、これ確かね、これね、電話代も含まれてんだよ。これ何気に。じゃなかったっけ？含まれてなかったんだっけ？電話代はなかったんだっけ？電話代はないのか。まあ、電話しないからね。まったく。まあ、電話代は膨らまれてないみたいだけど、まあ、電話代は11円で課金されていくか、確か使い放題ある。これは電話し放題っていうオプションもありますね。70分無料が700円で、かけ放題が1600円っていうオプションもちゃんとあるし、ちなみにこれ料金プランね、合理的プラン以来にみんなのプランっていうのもあって、これ10ギガ1390円とか、30ギガで2178円っていうのもあるんですよね。これは固定タイプね。こっちのが容量あたりの単価は明らかに安いけど、私はこれを使ってる。あんま使わないからね。使わなきゃ290円だしね。1ギガだと290円だし。サブはポボを使ってたけど、日本通信ありかも。ポボの場合課金しないといけないじゃないですか。たまに。めんどくさいから、これだったら290円ね、払っとけば、解約されることはないんで。ね、課金してなかったから解約されますとかそういうのはないんで、まあそういうのはいいかなと思ってんだけどね。まああとは楽天だね。楽天なんでも、楽天は基本的に家で使っている iPhone に入ってますね。 iPhone に入ってるのが楽天で、Galaxy に入ってるのがこの合理的シンプル290プランかな。ね、楽天の方は基本的に家で固定電話として使ってます。なんていうの。まあ、いつも使ってる、昔から使ってる電話番号だね。親とかから電話かかってくるやつとか、なんか申し込みとか、ふりかけごはんさん160円ありがとうございます。なんかいろんなね、業者とかに申し込むやつとか、そういったね、いわゆる固定電話として、楽天のやつは使ってる。なんで楽天を契約してるかっていうと、単純にポイントアップ目的ですね。まあ、楽天ポイントの修行のために入ってるだけですね。基本的にだから1000円かな、楽天の方は。だからちょっとコスパ良くないなってちょっと思ってんだけど、1000円じゃないですか。こっち290円だな。ほっといても290円だけど、楽天だと1000円かかるんで使わなくても。だからこっちの方が得なんじゃないか説はあるんだけど、まあ一応楽天ポイントをゲットするためにそう使ってますね。で、なんで楽天持ち運ばないかっていうと、やっぱりね、県外になるんだよね。言うて県外になるよ。良くなったとはいえ、県外になるよね。いわゆるボロパって呼んでいた、工事中というか一時期住んでたね、いろいろな事情により一時期住んでたマンションね。マンションの中は、ドコモはバリさんだったけど、楽天は県外でした。で、この前解約したんですよね。解約したんだけど、ボロパね。解約しに行った時に楽天も一応持ってったんだけど、それでもやっぱり県外だったんで、だからやっぱり楽天を持ち運ぶのは嫌なんですよね。で、群馬に住んでた時は、私が通ってた病院とか、よく行っていた中華料理屋とかでも県外だったんですよね。楽天モバイル。だったので、やっぱりちょっと楽天を持ち運ぶ気にはならなくて、まあ固定電話だったら、この家ね、楽天の電波めちゃくちゃいいんですよね。別に基地局そんなに近くにないと思うんだけど、まあバリさんで入ってるから、まあじゃあいいかなって感じ、ね。名鉄の赤い電車さん、今来ましたがどうですか ?10 秒。まあ椎間板ヘルニアになって、歩けなくなり、現在は多少良くなったけども、歩くと痛いんで、ちょっとおとなしくしてるって感じですかね。マイネは、マイネを。まあ別に何でもいいと思うよ。好きなの使えばいいと思うよ。個人的にはこのシンプル290が安くていいと思うよ。
まあメインで使うのにおすすめするかっていうのは微妙だけど、電話ばっかり使ってるとかね。電話ばっかりもちょっと微妙だな。あんま使わない人にはこれいいと思う。290円だし。安いよ。1ギガついてるからね。ちゃんと1ギガついて290円だから。いいと思うんだけどね。あんま使わない人はね、いっぱい使う人は、ドコモとか契約してください。無制限にしないんですか？無制限ね。そんなに使わないんですよね。私基本的に家にいるしさ。大抵さ、無制限が必要な人って、電車で通勤してる人とかでしょ。電車で通勤してる人とかだと、やっぱりね、朝と夕方ずっとさ、1時間ぐらいポチポチやり続ければ容量をどんどん使ってくけど、通勤しなくなったから使わないんですよね。私も会社員の時はそこそこ使ってたんですけど、会社員の時は普通になんか数十ギガ使ってたよ。数十ギガ使ってたけど、それやっぱり、ねえ、ぼっち業になってからあんま使わないですね。動画更新しなくて収益はどんな感じなの？まあ、生活していく分には問題ない程度の収入はありますよ。ただそんななんか、うわ、金持ちだなっていう感じの収益はないですね。まあ、家賃がかからなくなったからね。家賃かからないから。まあ別にね、何でも生きていけるよ。家さえあれば。そうなんだ。家があれば何でも生きていけますよね。家賃かからないからさ。まあ、電気代がかかるぐらい。電気代と光熱費がかかるぐらいで。ね。あとはなんか飯代さえあれば生きていけるじゃない。だから結局家があるっていうのは最強なんだよね。まあ固定資産税かかるけど。まあでも固定資産税っつったってね。賃貸でもさ、やっぱり更新費という名の2年に1回、なんか家賃の2ヶ月分とか取られるじゃないですか。ね。まあ、あれが要は、ね。あれが要は、固定資産税とか、設備の更新費用として取られてるんで、まあ、結局取られるんですよね。よくさ、いらないとか言う人いるんだけど、設備がタダだとか言うけど、2年に1回払ってんだろうと思うんだけどね。10万、20万って払ってると思うんだけどね。でも税金がやばい。でも税金やばいっつったってね、そんな高くないで。なんか十何万だよ。私の家で15万ぐらいだったんだよね。確か固定資産税。15万、20万いってなかったんですよね。15万ぐらいだったと思うんだよね。だから月1万円ちょっとだよ。まあ私の家ね、そんなに広くないからね。例えばさ、A チャンネルさんとかのバカでかい家だったら多分めちゃくちゃ固定資産税高いと思うけど、あれ多分めっちゃ高いと思うよ。固定資産税。あれめちゃくちゃ広いからね。私の家何個分だよって思うぐらいでかいからさ。めっちゃ高いと思うけど、私の家なんてね、普通の家よりちょっと広いぐらいのサイズだから、ね、そんな高くないんだよね。一曲。広いだろ。広くないんだよ。だってさ、2階がないじゃん。2階だってさ、6畳しかないんで、6畳1間だよ。広くないんすよね。実はね。福井は高くない。福井は高くないっていうのは、それは土地の代の話でしょ。建物に対してはどこでも同じような値段ですよ。建物の固定資産税は多分全国そんな大して変わらないと思いますけどね。福井だから突然安くなるってことはあまりないと思うんだよね。どこで寝てるの？寝てるのは、吹き抜けのところで最近寝てます。まあ、吹き抜けのところで寝てる理由は、単純にエアコンの空調の問題ですね。最初はなんか端っこにあった2階のね、ところで寝てたんだけど、ヘルさん、家を建てるんですが、テレビアンテナを物理アンテナかインターネットで見するか迷ってます。吉田さん、どちらを選びますか？私の家は物理的なアンテナが一応ついてる。一回も使ってないけど、一応物理的なアンテナをつけてます。なんでインターネットのテレビにしない理由は、まあ単純に月額利用かかるじゃないですか。だからアンテナつけとけばタダじゃん。まあぶっ壊れたら別だけど、ぶっ壊れない限りタダなんで、普通に物理的なのつけといた方がいいと思うけどね。ね、地上波見るのに金払うってバカらしくね。タダなのに。
税務調査すぐ来るよ、税務調査すぐ来るよってなんで来るのって話だよね。ちゃんと乗ってるしね、家代とか。電波ヤクザが集金に行きます。あの、別に来たけど、電波ヤクザ集金に来たけどテレビありませんって言ったら帰ってったよ。あの、今まではあの、ね、下請けのね、下請け業者に外注してたせいで、あの、もう本当にね、ヤクザみたいな取り立てしてきたけど、まあ、最近はあの NHK の本体が自ら持ってあの勧誘やってるんで、あの、優しいですよ、優しい。あの、やる気ないからさ、別に彼らにとってはさね、別に仕事を取ろうが仕事を取ろまいがさ、給料変わらないがあんまやる気ないっすよね。下請けの時はマジひどかった。下請けの時はひどかったけど、今は優しいよね。すぐ帰ってったよ、びっくりしちゃったよ。なんかこっちもさ、なんか言われんかなと思ったけど、すぐ帰ってったわ。テレビねえっつったら、なんか一瞬で帰ってったのね。群馬にいた時はなんか本当に家の中まで入ってこようとしたけどね。カーナビもちゃんとね、アンテナつないでないから、アンテナつけてないからさ、アンテナつけてないんですよね、カーナビ。あ、なんていうの、貼り付けなきゃいけないじゃん。それつけてないんで、ちゃんと映らないから。まあ、もし、カーナビがありますよねって NHK の人に言われたら、ありません、映りませんよねって見せる予定ですね。まあ、言われんかったけど、ちゃんと映らないようにアンテナつなげてないんですよね。アンテナつなげてないというか、もうアンテナ自体、あの、貼っつけてないから。アンテナがないものは映らないから、問題ないんですよね。家にアンテナ立ってないの？アンテナは立ってますよ。アンテナはついてる。テレビはない。テレビはマジでないんですよね。テレビはマジでない。まあ、嘘はついてない。ないんで、マジでないからね。マジでないんで大丈夫。普段何見てるの？まあ、テレビは見てないってことですね。YouTube を見たり、Netflix を見たり、あと D アニメ、D アニメストア、ドコモだね。ドコモのアニメストアを見てたりとか、あとは、あれかな。あ、最近 Amazon の、Amazon ビデオも最近ちょくちょく見てんだけど、なんかバグって再生できなくなる症状が出て、毎回あのブラウザのキャッシュを消さないと再生できなくなるっていう症状を、に悩まされてて、で、キャッシュ消すとさ、ログインが全部外されるわけですよ。Amazon 以外のも全てログアウトしちゃって、ログアウトするとすでに2段階認証しなきゃいけなくなってきて、あーってなるから、最近 Amazon はあんまり見ないかな。逆に、せっかく見始めたのに見なくなっちゃった。大西なんとかさん、久しぶりの配信ですね。待ってました。ありがとうございます。面白いアニメある？どうかな？まあ、何が好きとかあんま言わないようにしてるけどね。なんかクオリティが低いのは最近あんまないなと思ってんだけど、なんかちょっと前までマジでクオリティがクソみたいなアニメ多かったけど、最近ちょっとマシになったんじゃないかなと思ってんだけどね、アニメのクオリティ。Fire TV で見るといいよ。でも Fire TV で見なくても別にパソコンの画面で映せるからさ、その方が楽じゃない？だってマウスとかで検索できるしさ、マウスとキーボードで検索できるから早いよ。あんなさ、Fire TV で検索するのめんどくさいじゃん。キーボードとマウスでガチャガチャってた方が早いよ。ホームルーターをおすすめしないの？ホームルーターって何？ホームルーターっていうのは、あの Wi-Fi ルーターってこと？無線 LAN ルーターだったら前、やったと思うんですけどね。あの、バッファローのやつ。バッファローのやつね。あ、そういや、バッファローのやつなんか、一回も、あれから一回もフリーズし、一回だけフリーズしたけど、それ一個フリーズしてないね。なんかね、メッシュ Wi-Fi 組むと、めっちゃフリーズするってなんか言われまくったんだけど、全然フリーズしないね。今んとこ快適に使えてますよ。家の中でもう、どこでも電波マックスですね。ただ、電気代かかってそうだけどね。あの、3台もあるから。3台も無駄に Wi-Fi ルーターあるからさ。でもメッシュ Wi-Fi はめちゃくちゃ快適です。どこでももうマックススピード出ますよ。普通にね、1ギガ超えるからね。
てかさ、この放送、この生配信も実は無線 LAN でやってるからね。実はこれ無線 LAN だからね。バギタクさん320年、マウスパッド結構気に入ってます。お大事にありがとうございます。皆さんマウスパッド買ってください。ああ、マウスパッドよりキーホルダー買ってほしい。いや、マジでキーホルダー誰か買ってくれんかな。売れないんだよね、全く。ホームルーターってソフトバンクエアとかでしょ？あれをホームルーターっていうの。いや、バカしか買わないでしょ。バカしかレンタ、バカしか契約しねえだろ、ソフトバンクエアとかさ、あのドコモの、あれでしょ。バカしか契約しないと思うんだけど。申し訳ないけどさ。いや、むしろ、うん、そうだよな。いやー、だってね、あれを契約するって相当だで。虹色さん200円、久しぶりの配信ありがとうございます。いつかまた質問コーナーやってください。少額ですが、お見舞い金です。ありがとうございます。辛辣ってね、あれほど言われてんのにさ、契約するとかなかなかだと思うけどね。正直さ、楽天モバイルを、楽天モバイルって無制限じゃないですか。だから、ここに引っ越してた時、1ヶ月ぐらい、光ファイバーなかったんで、楽天モバイルを、ホームルーター側にしてたんですよね。それでもイライラしたからね。楽天って比較的スピード出るんだよね。誰も使ってないから。しかもここね、電波状況めちゃくちゃ良くて、速度出るんだけど、それでも、楽天ですら、ガラガラな楽天ですら、ちょっとイライラしてるんですよね。結構イライラしたんで。何がイライラするかっていうと、なんかやっぱりレスポンス悪いんですよね。押してからなんかね、ちょっとワンテンポ待つ感じがあるんですよ。わかりますかね？わかりますかね？押してもなんかクリックしてもすぐ表示されないんだよね。ちょっとなんか、あーって感じで表示されるんだよね。ね、モバイル回線って。それがちょっとイライラするよね。光だともう、光ファイバーだと押した瞬間に表示されるんだよね。あーってなるんですよね。あと、iPhone だとさ、すぐさ、通信が切れると自動的にさ、テザリングモードがオフになるっていうクソみたいな仕様があるじゃないですか。Android だと常にオンにできるんだけど、なぜか iPhone だと常時オンができなくて、なんかいちいちさ、なんか繋がりが切れると勝手にオフになりやがって、毎回テザリングオンにしなきゃいけなくてイライラするとかね。ソフトバンク光遅いんですかね。それは使ったことないからわからんね。とりあえず、なんだったっけ、私が使っている、何あれなんだったっけ、電力系のやつ。あれはめちゃくちゃ早いですね。めちゃくちゃ早い。全く遅くならないのが非常にいいですね。フレッツ光前使ってた時、群馬出てる時はフレッツ光だったけど、やっぱりね、遅くなったりしてたんですけど、混雑時間帯。全く今遅くならないですね。いつでも早いかな。あ、コミファ光だ。コミファ光の10ギガプラン。ただね、何ギガ BPS 出てるかはわかんない。10ギガの端末は持ってないから。2.5 ギガで接続すると 2.5 ギガマックスぐらいで出てるね。2.5 ギガマックスが出てるぐらい、だから 2.5 より早いっすね。2.5 ギガ BPS より早いことは分かんだけど、それ以上は分からん。こっち側は対応してないからさ、10ギガだけど。IPv6。コミファ光は IPv6 じゃないですね。昔ながらのやつですね。でも NTT の設備を使っていないんで、まあ独自系なんで、フレッツ光じゃないんで、IPv6 じゃなくても早いと言われてますね。2.5 ギガ出てれば十分。そうなん、十分なんだよね。十分だし、これはね、いいのは落ちないんですよね、スピード全然。なんか、夕方だから遅いとかないんだよね。大体7時、8時ぐらいになってくると遅くなってたんだけど、遅くもならないんで、素晴らしく良いですね。
でも結構契約してる人多いと思うんだよね。ヌーロはダメですか？ヌーロをわざわざ契約する必要性を感じないな。コミファ光がある地域でわざわざヌーロ光を契約する必要性はないと思うね。電力系があるところは電力系を契約した方がいいと思うけどね。わざわざさ、そんなよくわからんのを契約する必要性はないと思うんだけどな。インターネット利用無料ジェイコ。賃貸で VDSL にしないとかしかないとか、こんなとこ借りるなよって話だよね。こっちから言わせればさ、こんなとこ借りてる方が悪いだろうと思うんだけど、大抵さ、ネット回線が共有のところって遅いって言うじゃないですか。まあ私がね、今まで経験してきたネット共有のアパートマンション、どっちも早かったんですよね。昔住んでたなんかワンルームマンションもめちゃくちゃ早かったし、この前まで契約していたところも普通に500、600出てたし、共有なのにね。やっぱり値段次第なんだと思うよ。やっぱりそれどっちも家賃高かったんだよ。家賃高くて、持ち主が大企業が自ら持っている、物件だったんで、多分早かったんだと思うんだけど、多分なんかしょぼい大家が持ってて、個人の大家が持ってて、なんか無料にすれば、インターネット無料にすれば、誰かがみんな入ってくれるかもとか持ってるようなしょぼい回線だと、多分重いんだと思うんだよね。大企業物件いいの。大企業物件のいいのはね、管理がちゃんとされてるよ。ユーさん200、シティスカ2は今もやってますか？シティスカ2はやってないですね。重たすぎるのと、正直なんか面白くなかった。なんかね、ゲーム配信系の、シミュレーション系のゲーム配信者もシティスカ2さ、出た時はみんなやってたけど、一瞬でやめちゃったよね。多分面白くないんだと思う。正直面白くないんだと思う。シティスカ1と何が変わったのかよくわかんないしね。なんか動作が重くなっただけで別に画質もそんなに上がってるようには思えないし。ね。10ギガはどんなんか使ってみたい。ぶっちゃけね、体感上の差はないですよ。体感上の差はない。キャドは定規用、キキャド、あ、これ定規用だね。自分で作ったからね、定規。ワンドライブってハード実際に早いのかな？ワンドライブはあんま早くないっすね。ワンドライブ遅いよ。ワンドライブ遅い。まあ私ね、基本的にスマホとの同期はワンドライブを経由してやってるんですけど、まあいろいろね、まあ携帯との同期方法ってあると思う。私はワンドライブを使ってる。iPhone も Android も Windows もワンドライブでやってます。iPhone 用のアプリもあるからね。ワンドライブ。マイクロソフトだけど、マイクロソフトって他社に優しいからね、ライバルメーカーに対してもちゃんとアプリケーションを提供するってところが、まあアップルと違うところですよね。余裕、王者の余裕感があるけど、だからワンドライブ使ってんだけど、 iPhone でも使えるからね。ちょっと遅いね、ワンドライブ。特に動画とかアップロード、写真、動画とかさ、アプリを起動するだけで勝手に全てアップロードしてくれるんですよ、ワンドライブって。スマホの中のね、写真と動画をね、アプリ起動すると何も操作しなくても全て勝手にアップロードしてくれるんだけど、そして Windows の写真フォルダ、フォトフォルダに何も操作しんでも勝手にね、ダウンロードしてくれるんで、
まあめっちゃ便利なんだけど、めちゃくちゃ便利なんですよ。ね、iPhone で動画を撮って、編集するためにそのね、ワンドライブのアプリを起動し、ポチって一発押せば勝手にアップロードされて、Windows の、 あのフォトフォルダーに全部勝手にダウンロードされて、何の操作もしなくても勝手にね、保存されるから、いいんだけど、ちょっと時間かかるね。いや、4K だってのもあるかも。1ギガ、2ギガ、数十ギガあったりするから、そうするとやっぱり10分ぐらいかかったりするかな。めっちゃ便利でしょ。めちゃくちゃ便利なんだよ。でもワンドライブ使ってる人あんまいないと思うんだけど、ワンドライブめっちゃ便利なんだよ。サージャさん320円ありがとうございます。だって Windows のバックアップとかもワンドライブしてくれるじゃない。ワンドライブだったらさ、Windows のこのね、大切なデータもワンドライブになんか特に設定しなくても、まあ、ログインすれば勝手になんかね、デスクトップと、何、マイドキュメント的なホルダーはすべて勝手にバックアップされるし、何もしなくてもね。で、そのバックアップされたデータを別になんか操作しなくても、当然のように、スマホからアクセスできるからね。何も知らないからね。スマホから、例えばパソコンのデスクトップにあるファイルとか、普通にアクセスできるんで、何も設定しんでもね、ログインさえしとけや。で、例えばここに置いてあるこのファイルが、このね、このファイル、このファイルが見たいなっつったら別に勝手にもうアップロードされてるんで、ログインさえしたけどね。カオコルネさん1000円。なんだかをいろいろお大事にありがとうございます。しかもね、何がいいかってさ、1テラを契約すれば、マイクロソフトオフィスも使えるんですよ。マイクロソフトオフィスのフル版、すべての機能、すべてのマイクロソフトオフィスのアプリケーションが無料で使えるんですよ。1テラを契約すればね。それ神だよね。だってさ、ね、Google の、何、Google の何だったっけ、Google ドライブを契約しても Office は使えんけど、ね、Apple の何だったっけ、Apple のなんとかドライブを契約しようが Office は使えんけど、Microsoft だったら Office が無料でついてくるんですよね。しかも全部使える。PowerPoint も使えるしね。Excel も Word も全部使えます。すべて使えて、1TB もついてくるっていうね、なんかね、大盤振る舞いなんですよ、Microsoft さん。なのにね、あんま使ってる人いないんだよね。なんでなんかな？めっちゃ便利だと思うんだけどね。データ勝手に同期してくれるし。でもお高いんでしょ？でもお高いんでしょって言われても、まあでも他社と同じぐらいの値段だけどね。SK さん100円ありがとうございます。Google ドライブと同じぐらいの値段だけどね。Google ドライブも、ね。ガクさん、YouTuber で一番好き。グッズも好き。ありがとうございます。Google のオフィスは使えないの。Google のオフィスなんてクソ使いにくいわ。まあ、結局やっぱりオフィスを、マイクロソフトオフィスを超えるようなワード、エクセルは存在しないと思ってる。いろいろ使ったけど、ケチるためにね、結構ケチなんで、ね、互換オフィスとか、なんか Google のやつとかも使ったけど、全部使いにくいわ。結局やっぱりマイクロソフトオフィス最強説なんだよね。だって使い慣れてるんだもん。もうだってもう何年も使って、10年も20年も使ってるのにさ、今更違うオフィス使えないよ。もう何無理だもん。体が受け付けないよね。申し訳ないけど。一太郎と花子使え。まあ、一太郎を使って、一時期使ってたよ、一太郎と花子。マイクロソフトオフィス買えなくて、一太郎と花子使ってたこともあるんだけど、やっぱね、使いにくいのと互換性がないんですよね。結局、マイクロソフトオフィス形式のやつも開けるけど、なんかやっぱバグるんで、なんか微妙っすよね。サムネ見てきたと、吉田大丈夫か？大丈夫だよ。死んではいない。生きてはいる。椎間板ヘルニアで歩けなくなっただけだね。オフィスは共有がクソ。オフィス、マイクロソフトオフィスもバージョンアップのために別物になってる。どうかね。2007から大して変わってないと思うけどね。2003と2007ではもう革命的な差が発生したと思うんだよね、マイクロソフト。まあ皆さん知ってると思うけど、マイクロソフトオフィス2003と2007ではもうマジで変わったと思うけど、そこからあんま変わってないよね。ちょっとデザインがなんかね、今風に変わってるけど、まあ基本的になんかボタンの配置とか一緒だよね。てかむしろ使いやすくなってるよ。
自動保存してくれるし、リアルタイムで保存してくれるからね。今まではさ、なんかデータ吹き飛ぶリスクと隣り合わせで編集してたけど、ね、マイクロソフトオフィスの最新版だと、まあ、自動で保存してくれるもんで、ね、常時保存してるから、どこでデータが吹き飛ぼうが、パソコンがプロスクになろうが、データはちゃんと保存されてるからね。アドビめっちゃ値上がりしましたね。200円ありがとうございます。アドビがめっちゃ値上がりした人は、まあ、あまりこういうこと言うのは良くないかもしれんけど、アドビって解約しますっていう画面を表示して、次へ次へって連絡していくと、値下げしてくれるんで、皆さんやった方がいいですよ。アドビ、定価で払ってる人はバカだから。あれ、解約するふりをすると、値下げしてくれるんで、まあ、アドビって。めっちゃ安くなるよ。半額ぐらいになる。半額ぐらいになって、半額になった状態で、なんかしばらく経ってもう一回解約しようとすると無料になるから。なんか2ヶ月無料になるからね。2ヶ月、この2ヶ月無料にしますから解約しないでくださいとか、半額になってもう一回やるの無料になったりするんで、試してみた方がいいよ。ならない人もいるらしいけど、大抵なると思うよ。なんか定価で払ってる人はバカだから、今すぐやってみた方がいいよ。提案してくれない場合もあるらしいから、まあ、絶対とは言わんけど、私今2ヶ月無料だよ。みんな知ってると思うよ。みんな知ってると思うけど、みんなやってるしね。みんな知ってると思うけど、解約しようとすると半額にしてきて、もっと解約しようとすると無料にしてくるからさ。おすすめです。まあ、みんな知ってるけどね。ハラピーさん302円。320円。ヘルニアでも美味しくご飯食べられますか？まあ、食欲には影響がないのが困ってるぐらいですね。ワンドライブ使いすぎると、アウトルックのメールが届くなるし、Google ドライブも Gmail も届くのめちゃくちゃ入れるなら iCloud がいいと思う。iCloud の Windows 向けアプリゴミだから、使えないんだよね。別に僕ワンドライブ使ってても、アウトルックのメール使ってないからさ、いいんだよね。メールは僕は Gmail 使ってるから、そこは大丈夫なんだよね。データ共有のみにワンドライブを使ってて、メールは Gmail 使ってるから、Gmail 使ってて、出るんですよね。で、Android の方は、まあ、なんかバックアップは G ドライブにしてるけど、まあ、写真とかのバックアップはしてないね。ワンドライブで保存してるんで、ワンドライブに全ていってる。で、まあ、最悪ワンドライブがぶっ壊れてデータが全部消えても、いいかなと思ってるよ。そんなに重要なファイルは保存してなくて、マジで消えてほしくないやつは、そのコピーを、Adobe のね、クラウド、Adobe のクラウドにも保存してる。アドビのクラウドにもコピーを保存してますね。絶対消えてほしくないものは。まあ、どうでもいいやつはバックアップしてない。そんな感じかな。Apple の Windows アプリってなんであんなにクソなんだろうね。そうなんで、Apple はね、やる気ないんですよね。Windows 向け。一応あるけど、全部クソなんだよね。マイクロソフトは他社向けのやつもクオリティ高いけどね。若松さん、ビッグクローム光 10GB、通信どうなの？それは知らんな、使ったことないから。知らないっすね。まあでも大手だからそこそこの速度は出るんじゃないですか。ポータブル SSD に、ポータブル SSD は使ってますよ。サンディスクのやつ使ってますよ。サンディスクのやつの中には動画編集用のデータはその 1TB の中に全部入れてて、容量がなくなったら消してます。まあ、動画編集用のデータをなんか全て保管する人っていうのもいて、まあなんか NAS のなんかめちゃくちゃハードディスク突っ込みまくって、なんか 10TB とかにして、まあ今まで、投稿した動画の編集ファイル全部保管してるって人もいるけど、私は保管してないんで、もう使い捨て、容量が1テラ容量なくなったらもう一括でもう全部囲って、はい、ゴミ箱ってやって消してる。うん。めんどくさいしね。編集することないんだよね。再編集することってないんだよね。あれ置き換えできないからさ、YouTube って。なんかね、よくここ間違ってますよって指摘は結構さ、直してくださいみたいなね、結構言われるんだけど、でもあれ置き換えできないんですよね。残念ながら。カットはできる。カット編集とかモザイクは管理画面上からできるんだけど、置き換えができないんですよね。YouTube って。だから、まあ、撮ってないです、データは。
iPad 使ってる、 iPad は使ってますよ。まあ、YouTube 見ることにしか使ってないけどね。まあ、YouTube 見る専用なんで別に iPad である必要性はないけど。まあ、iPad のいいのは画面がでかいよね。13インチだもん。13インチのタブレットってないんですよ。iPad ぐらいしかまともなやつ。大抵ね、10インチなんだよね。10インチはちょっとちっちゃいんだよね。動画見るには。やっぱ13インチぐらいだとはちょっとまあまあでかくていいなって思うんだよね。どこのメーカーもなんか10インチなんですよ。Android タブレット。やっぱり13インチっていうのはね、大きいっすよ。13インチ、12.9インチだっけ？まあ、約13インチでしょ。バッテリーどう？バッテリーはまだ死んでないね。ただ iPad の場合、バッテリーのね、残量って表示できないんですよね。iPhone はできるのになぜ iPad はできないのかよくわかんないんだけど、iPhone はできるよ、iPad できないんだよ、劣化状況って。なぜか見れん。サムソンの S9 のでかいのは、うん、まあ、YouTube しか見てないからね、買い替える必要性がないよね。なんかさ、めっちゃバリバリ仕事に使ってますってんだったら買い替えを考えるけど、YouTube しか見てないからね。別にあれでいいやと思ってるよ。めんどくさいし。YouTube 見るだけだからね。なんでもいいよ。てか、まあ、完全にね、オーバースペックだからさ。完全にオーバースペック。何も不満はないよ。だって YouTube しか見てないもん。Xiaomi についてどう思う？ Xiaomi についてどうも思わないけど、私は、なるべく日本メーカーを買う。日本メーカーか、なかったらなるべく欧米のメーカーを買うようにしてるんで、メインで使うものに関してですよ。まあ、基本的には中国製のものは、どうでもいいものか、動画のネタでしか買わないですね。カマキリさん320円。ハーウェイのスマートグラス買おうと迷っている。吉田さんの見解をお聞きしたいです。ハーウェイのスマートグラスを知らないから何とも言えない。あれの方がいいんじゃない？ビジョンプロのが。アップルのビジョンプロを50万で買った方が、バズるんじゃない？僕はいらんけどさ。どんなチャンネル見てんの？ YouTube。残念ながらそれは言わないようにしてるんですよね。迷惑かかるからさ。すぐさ、誰々さんの見てるって言うとさ、その人のね、チャンネル飛んでさ、わざわざコメント書くんですよ。何々さんが見てるって言ってましたよってコメント書くんだよ。それが嫌でさ、もう言わないようにしてんだよね。誰を見ているとか絶対言わないようにしてるわ。何々さんが言ってましたよって絶対書き込むんだよ。すぐ書き込む、すぐ報告するからね。それが嫌すぎて、もう何が好きとかもう言わないようにしてる、基本的に。なんかそれが嫌すぎてさ、なんかちょっと言うだけでさ、すぐ報告するもんね。嫌じゃない？私だけかな。すげえ嫌なんだけど、報告されるのが。すぐ報告、すぐチクるんだよな。チクり癖が皆さんあるからね、気をつけた方がいいよ。ワイもワシもね、100キロだからヘルニアが怖い。まあヘルニアは嫌だよね。手術が必要になるからね、ひどくなると。そこは怖いっすよね。怖いというか、別に手術するのは、別に簡単な手術だと思うんで、難しい手術じゃないと思うんだけど、でもね、痛いじゃない。どう考え、全身麻酔で手術したくない。ASUS の30万円タブ生きてる。今この生放送に使ってんのは ASUS の30万円タブレットだよ。なんだったっけ。翔さん、配信待ってました。ありがとうございます。ほら、ちゃんと。これです。Wi-Fi Core i 12世代 Core i9129001。まあこれは絶対買わない方がいいです。まずね、この USB-C の端子が、ポンコツすぎる。マジでこれ耐久性ない。マジこれ、マジ耐久性ないんですよね。USB-C さ、2ポートあるのにさ、2ポートともでさ、グラグラなんですよね。なんでこんなグラグラなのかマジで意味わかんないんだよ。スマホの USB-C でグラグラになったことなんて一回もないのに、
このエイスースのこいつはマジでグラグラで、しかもさ、なんか最近接触が悪くて、ちょっとグラッとするとさ、なんか充電ができなくなったりとか、通信ができなくなったりとかするんですよね。両方とも、2個あんのに両方ともなんだよね。そして明らかに、あとね、性能に対してやっぱりメモリが足りないですよね。なんで 16GB な、32GB 欲しいわ。正直。八野さん100円ありがとうございます。コアウルトラについて語ってほしい。コアウルトラ欲しいよね。いや、コアウルトラ欲しいんだけど、いやね、まあ、コアウルトラいいなと思ってんだけど、コアウルトラいいと思ってんだけど、いいと思えるノートパソコンが今んところない。いや、ビビッとくるのがあったら買おうと思ってんだよ。このエイスースのタブレット卒業したくて、マジ使いにくいからさ。まずさ、このキーボードがさ、外れるっていうのがうざいんだよね。わかる？このキーボード、だってノートパソコンって皆さんさ、キーボードの部分を持って持ち運ばない。なんかちょっと移動しようかなと思うとき。これできないんですよ。これ画面の方持たなきゃあかんわけですよ。画面の方を持たなきゃいけないわけですよね。このキーボード持って持ち運べないわけですよ。外れるから。しかもさ、この支えるのはモニター側で支えてるんですよね。この辺のアスタンドみたいなやつ。で、角度変えるのめんどくせえし、やっぱりタブレットあかんで。だからその共用仕様なんていうのはね、無理なんだよ。どっちかだよ。どっちか。どっちかがいい。どっちかがいいよ。サーフェスタイプ。そう、サーフェスタイプはもうやめた方がいい。やっぱり普通にこれ、繋がってんの重要だよ。やっぱり繋がった方が便利。バタンってできるしね。これバタンできんからね。これモニターをさ、バタンってできないんだよ。ボタンってできないし、毎回こうスタンド折りたたまんだからあかんじゃーってなる。ってなる。めんどくせえ。そしてバッテリーの持ちが2時間ぐらいしか持たない。ちょっと今抜いてみるよ。何時間持つかな？今バッテリー駆動にしたけど、何分持つかな？全然電池持たないんですよね。ビビる上電池持たないんだよ。バッテリー駆動時間って出ないんだっけ？バッテリー駆動時間って出ないの？バッテリー駆動時間とか出ないんだっけ？ Windows 11って。あと何時間持ちますって出ないの？あと何分持ちますって出てこないんだけど。バッテリーのところ、それを押す。はい。ここ。ほら、1時間しか持たないやん。マジでバッテリーの持ち悪すぎだろ。1時間19分だで。やばくね？タブレットだからね。タブレットで1時間19分ってさ、これ何に使えって言うねんって思わない？ 1 時間19分だよ。使えへんだろ。普通に考えて。もうタブレットである必要性がないもん。1時間しか使えないんだったら。電池が持たなすぎんだよね。電池が持たんすぎる。タブレットだから、俺。タブレットで1時間しか持たないって。どうしたらいいのかわからんよね。使い道もタブレットの形状している意味がないもんね。持ち運びできない。常に充電しとかなきゃいけないもん。しかもそんなに使ってないから、多分バッテリーはほぼ劣化してないと思うんだよね。そんな使ってないからね。もう98だよ。やばいよね。だからもう買い替えたいんですよ。だからこれさ、僕もなんでノートパソコン欲しいかっていうと、例えばさ、ダイニングテーブルのところでちょっとネット見たいなと思うときあるんだけど、こいつ電池が持たないからさ、結局充電しなきゃいけないから、充電器も持ってかなきゃいけないんだよ。しかも何がムカつくかっていうと、あんまり文句言うと、エイスさんに怒られるかもしれないけど、何がムカつくかっていうと、これ純正の付属している充電器じゃないと、フルで充電できないんですよ。これも意味わかんないですよね。なんでって思うんだけど、互換芯、せっかく USB-C なのにさ、互換のやつだと MAX で充電できないんですよ。純正じゃないと開かないのですよね。まあ一応充電はできますよ。充電はできるけど、確か 65W だったかな。64とか 65W でしか充電できないんだよね。
社外品だと。純正だと 100W で充電できる。デルのノーパスはどうなりましたか？デルのノーパスは使い、デルだっけあれ。デルだったか忘れたけど、デルだったか、レノボだったか忘れたけど、まあ両方ともいろいろあって、ドナドナしましたね。中華スマホみたいなやつもガンガン減ってくる。もう95だね。やばいよね。タブレットだからさ。タブレットだからね。タブレットだから。電池持たなすぎだよね。これがさ、ゲーミング、まあゲーミングタブレットってなんだよって話で、そもそもコンセプトがあかんと思うわ。コンセプトで崩壊してんだよ。電池が持たなかったらさ、もうゲーミングの基礎性がないもんね。タブレット形状である基礎性がない。入院してたのかな？入院はしてないです、残念ながら。入院するほど重症ではまだないです。単純に痛いだけ。テンキーがあるノート PC はやめた方がいいですか？まあ、テンキーがあるノート PC でも、エンターとテンキーの間にそれなりにスペースが空けられているような製品ならいいと思うんですけど、まあ、多くの製品がもうエンターの、うん、ほんと、ど隣にテンキーがあるので、まあ、そういうのはね、マジで間違えて1とか2とか3を押すんですよね。まあ、そのね、タイピングの、精度がいい人だったらいいけど、もう完全にエンターを押せますっていう人だったらいいけど、私押せないんですよ。もうちょっと外れることがあるんで、外れると押しちゃうからさ。あと電源ボタンね。電源ボタン。なんか知らんけど、バックスペースの上に電源ボタンを設けるメーカー多いっすよね。うん。何がしたいのかマジで意味がわからないんだけど、なんでそこに電源ボタンを持っていくのか、アホなのか、ちょっと考えればわからないんですかって思いますよね。こんなとこにあったら押すだろって。まあ、100歩言ってさ、ね、なんかもうキーボードの中に電源ボタンを配置したいのは、多分コスト的にそうしたいんだろうけど、それだったらさ、F1 の方に持ってってほしいよね。F1 がもううざいか。でも F1 側に持ってってほしいよ。正直。あの、エスケープの横とかだったらまだいいわ。同症状で腰骨を削る手術したものです。地獄を見るのか。でも多分骨は削らないと思うんだよね。吉田さん、新しい PC は組みましたか？まだパソコンは作ってないです。放置されてる。4090買ったんだけどね。4090買ったまんまそこら辺にポイしてあるわ。なんか30万ぐらいしたのに。多分日本で開封せずにそこら辺に放置している人、私だけだと思うわ。4090を、RTX 4090の水冷モデルを買ったまま開封せずにそこら辺にポイしてる男だから、多分日本で唯一だと思うわ。まあ去年のね、経費でもうね、処理されてるからもう無料みたいなもんだよ。事実はタラだよ。去年の経費だ。じゃあ、タラじゃないな。原価償却してるから、高すぎて。30万円超えてたんで、確か。基盤定規愛用してます。基盤定規欲しい人いるの？あね、実は基盤定規を追加で発注しようか悩んでたんだよ。なぜかっていうと、キーホルダーが全く売れなくて、困ってるんだけど、で、キーホルダーを売るためには、まあ、なんかをね、抱き合わせ、あのね、グッズって何かを販売するとついでに買ってくれるんだよ。あの、欲しいのがあると、まあ、ついでだしと思ってね、買ってくれるんだよね、結構。なんか別にあんま欲しくないけど、まあ、ついでだからもう一個こいつも買っとくか、みたいなのが結構現れるんで、もし、あの、定規が売れるんだったらさ、定規を販売して、あの、マジで売れないさ、キーホルダーをついでに買ってくれんかなって、ちょっと思ってんだよね。
15なら欲しい。じゃあ基板定規の15センチタイプを、何、あの初代モデルがいいの、それともなんか30センチバージョンを短くした方がいい、どっちがいいですか、初代モデルか30センチモデルを短くするか。まあ個人的には30センチモデルの方が作り込みは圧倒的に上だと思うんだけどね。めっちゃ時間かかってるから、あの30センチ。私1ヶ月ぐらいかかったからね、あれを作り出すの。多分世界一こだわって作られている基板定規だと思うんですけど、多分世界一クオリティ高いと思うんだよね。自分で言うのはなんだけどさ、相当クオリティ高いと思ってんだけど。インチメモリー。インチメモリーが欲しい。インチはね、つけると違法なんですよね。残念ながらインチのメモリをつけることは日本の法律によって禁止されているので、それはできません。あとインチのメモリついててもどうせ使わんよ。使いません。使ってる人いんの？インチのメモリ。ぶっちゃけいないでしょ。違法だしね。日本では使ったらいけないんですよ。いらんかった、うん、ダメなんですよね。日本はちゃんと使っていいのは決まってるからさ、測定器にやっちゃいけないんだよね。ただグレーゾーンだから本当にいけないのかどうかちょっと怪しいけどね。ド C もだから、ド F も本当はダメなんでしょ。ド F とかもダメでしょ。インチメモリっぽい謎の模様とかもダメなのかな。そういうなんかね、インチって書いてなくてもそれっぽいのもダメって確かお国のホームページに書いてあるよ。あのインチって書いてなくてもなんかそれっぽいのを書いておくのもダメですって書いてあるよ。要はインチを撲滅するための法律でしょ。もうインチはもう絶対使うなと。もうミリで統一しなさいっていう法律だからね。そんなわけのわからないの使うんじゃねえと。まあそうだよね、インチなんてうざいもんね。インチのうざいのはさ、まあ、インチの定規見てみればわかるけど、あれ、10進でね、10進じゃないんですよね。10分割じゃないんですよ。知ってる？インチの定規見たことある？あれ、10分割じゃないんですよ。ビビるで。あれ、4分割とか8分割でしょ。しかも、10分割じゃないんだよ。だから、ね、ミリだったら、10ミリだったら1ミリだけど、あれ、4分割、8分割とかだから、10インチだったらさ、ね、意味わかんないよね。8分割だとさ、何インチだよって話だよね。あのメモリ。10分割じゃない。なんかアメリカ人よくそんな使ってんなと思ったけど、アメリカ人よくそんな使ってるよね。やばくない？アメリカ人マジでやばいと思うんだけど、よくそんなの使ってるよね。もう頭おかしくなりそうだもん。インチ。8分の1インチ、4分の1インチとかなんだよね。そういう表現なんですよ。4分の1インチっていう表現なんだよね。ミリだったらさ、1ミリだけど、1ミリ、10ミリ、20ミリだけどさ。あれでロケット飛ばせるんですね。すごいよね。あんなで頭おかしくならんのかと思うよね。頭爆発しそうになるけどね。インチで設計しろって言われたら。意味わからんくなるよ。インチ使ってんのってアメリカだけでしょ。実情。ジョーと畳もやめてほしい。ジョーと畳って言われても、でも、壺と畳か。壺と畳もやめていいって言うけど、でも最近は平米とかで書いてあるよ。何平米とか書いてあるからね。家を作るときは、平米で書いてあるよ。平米で。平米で書いてあるよ。
何平米って普通書いてあるよ。坪括弧何坪って書いてあるよ、普通はね。坪じゃないと分かんない人もいるからね。40坪が何平米かって分からないでしょ。200平米で60坪ぐらいだよね、確か。だいたいそれぐらいだよね。60で200平米くらいだよね。違うか。吉田家は何、借款ですか？借款、メーター法だよ。私の家は借款法じゃなくてメーター法で建てられてますね。1メーター単位で建ってる。でもね、借款法で建った方がいいよ。メーター法で建てない方がいいです。なぜかっていうと、メーター法に対応した建材ってあんまりないですね。で、まあしょうがないから、借寸で作られているやつをつけるんだけど、そうするとなんか寸法がなんか微妙に合わないんで、微妙に合わないんで、なんかちょっと、なんか微妙な隙間とかできるんで、だったらもう全部、もう借款法で作った方がいいですよ、家は。メーターモジュールで作られてる家なんてね、もう、多分設計がむずいと思うんだよ。結局ね。ないもん。あるけどさ、全部あるわけじゃないからさ、ないのが多いんだよね。やっぱり隙間できちゃいますかって。まあそう、隙間できちゃうんですよ。難しいっすね。頭おかしくなりそうだよ。だから基本的にはもう、その周りに合わせた方がいいと思うよ。無理してメーターで立てる必要はないというか、ね。そうか、もうそろそろやめるか。じゃあ、あと5分ぐらいしたらやめます。馬力もわからん。増設少なくないですか ?7000 人いればいい方じゃない?だってこんなにサボっててさ、7000人いたらすごい方だと思うよ。なんか1000人ぐらいしかいないのかなと思ってたけど、意外に見てるなと思ったんだよね。大抵さ、休んだらさ、おすすめとかに出てこなくなるんですよね。YouTube って、クリックするとおすすめに出てくるから、ずっと更新してないと、誰もクリックしてないからね、おすすめに出てこなくなるんですよね。だから、定期的に更新しなきゃダメなんですけど、私ずっと更新してなかったから、まあ、結構オワコンになってんじゃないかなと思ってたんだけど、意外に7000人も見てくれてるなら、いっぱい見てくれてんなと思ってんだけど。結構見てる方だと思うよ。久しぶりにね、こんなクソみたいな生放送した割には見てる方じゃない?だってさ、こんな文字って画面しか表示してないんだぜ。この画面しか表示してない、こんなクソみたいな生放送でこんな見てくれてんなら相当上等だろうって思うけどね。家は3階建ててやっと満足いく家が建てるようになるって言われてますもんね。そうなんだよね。住んでみて気に食わないところいっぱいあるんですよね。いっぱいあるよ、気に食わないところ。気に食わないところいっぱいある。気に食わないところはいっぱいあるよね。あと、例えば寸法感とかわかんないですよね。立ててみないと。まあ、もし今立てるんだったら、もし立てるんだったら、リビングをなくすかな。リビングをなくす。リビングマジ使ってないんだよ。一人だとリビングいらないんだなって思ってて。諏訪吉3000円。人間の頭を思うになるべく横になってください。治療費の足しにありがとうございます。そうだよね。私の頭でかいんだよね。普通の人より。3ヶ月更新だとだと収益剥奪説が怖くて。さすがにそこまでじゃないけどね。次の家、今から設計していこうぜ。まあ、もし次の家建てるんだったら、どうすかね。もう次の家建てるんだったら、もう完全に一人で生活する家にするかな。今なんかちょっとさ、家族で食わせるみたいな、なんかちょっと窓になってんだよ。そこがちょっとひよったなと思ってて、そこが最大失敗ポイントだよ。なんか微妙にさ、4人家族ぐらいで住めるような窓になってんだよね。それいらんかったわ。まあ、完全に一人専用でよかったなって今思ってるよ。一人専用だったらもっと安く作れたと思うんだよね。多分ね、3割引きぐらいになったと思うんだけど、なんか家族で住めるみたいな窓になってんだよ、微妙に。それのせいでさ、
なんかちょっと中途半端なんだよね。もうそれをなくして、もう完全に一人用。まずね、寝室を1階にしたいね。2階嫌だな。2階嫌なんですよね。なんでかっていうと、ピンポーンってなるじゃない。宅配便来た時に。間に合わないんだよね。間に合わない。遠すぎて。玄関までマジ時間かかるんだよ。遠くて。めっちゃ遠いからさ、もう間に合わない。走っていかない。走っていかないといけないんだよ。遠すぎてね。一階にすればよかったわ。玄関から近い方がいいわ、寝室。遠すぎる。電気代どれぐらいかかってますか？電気代は、冬が一番高くて、いくらかな？あれ4万ぐらいだったかな？ 3 万、あれ4万ぐらいじゃなかったっけ？ 3 万いくらだったと思うけど、3万5千ぐらいだったかな？オール電化ね。オール電化で3万5、6千円。で、風呂入りまくり、風呂1日2回ぐらい入り、エアコンは24時間つけっぱなし、照明消さない、照明電気もすべてつけっぱなし、一切消さない。っていう、まあ、むちゃくちゃな、贅沢な生活を送って3万5000円ぐらい。まあ、相当安いと思うよ。多分、普通の家でこんな生活したら、だからこう断熱性めちゃくちゃ高いからさ、これ断熱性がない家でやったら10万ぐらいいってると思うよ。断熱性高いからさ、比較的この3万5000円で住んでるけど、断熱性がなかったら多分10万円コースだと思う。だってオール電化だからね。ガス代かかってないからさ。風呂2回入ってんだ、1日。1日2回も風呂入れて、朝と夜風呂入ってるからさ。しかも毎回風呂入れてるから、シャワーじゃないからね。毎回風呂マックスに入れてるから。それで3万5000円だったら十分安いだろうって思うけどね。だってさ、群馬に住んでた時、ガス代だけで1万5000円くらいかかってたから、風呂入ってて、風呂1日1回しか入ってなかったけど、ガス代だけで1万5000円くらいしてたから、ガス代はゼロだからね、その代わり。ガス代ゼロだから、オール電化なんで。まあ、そんなもんだろ。で、エアコン24時間つけっぱなし、すべての部屋あったかいし涼しいからね。で、3万5000円だったら上等だろ。多分節約したら多分もっと安くなると思うけど、節約する気は全くないからね。節約気する気ゼロだから。まあ、節約したら多分2万円ぐらいなんじゃない？多分なると、2万円ぐらいになると思うよ、節約したら。節約する気は全くないんで。だってパソコンだってさ、電源入れっぱなしだからね。スタンバイとかしないから。そんなスタンバイとかしませんよ。デスクトップパソコンもつけっぱなしです。モニターはオフにしてるけど、モニターはオフにしているが、スタンバイにはしてない。窓は APW430。そう、APW430 で窓は。あまり APW430 で遮音性全然ないね。遮音性は全くない。遮音性全然ないんだよね。SIM は290円だけど。そうだよね。SIM で290円でケチってんだからさ、よくない？普通の人1万円ぐらい使ってるでしょ、スマホ代月々。でも私は SIM290 円だから。携帯代290円で、その代わり電気代を使ってるから。やっぱりさ、ケチってるところと贅沢してるところで差し引きちょうどいいんじゃないかな。ね、スマホ代は290円だから。じゃあこのバッテリーがなくなったら配信やめるよ。このバッテリーがなくなったら自動的に終わるわ。あと36分。せっかくだし、ここまで来たら。このバッテリーがなくなったと同時に終わりは勝手に終わる。株どうなった？あ、株ね。株ちょくちょく買うんですけど、実は。去年は100万儲かったんだけど、今年は村北さん1000円お見舞いです。ありがとうございます。去年100万儲かって、去年はなんかね、15日から15日ぐらいやって、15日か1ヶ月ぐらいか、1ヶ月ぐらい株やって100万ぐらい儲かって、株しか考えられなくなって、やめたんだよね、去年は。で、今年もなんとなく、暇だからさ、
暇だったんで株を買い始めて、今プラス50万ぐらいだと思うよ。今株が上がってるでしょ。でもね、両方ともね、決算がクソすぎて終わってる。決算がクソすぎてめっちゃ下がったね。まあ遊びだからさ、お遊びだから、全財産突っ込んでないからね、お遊びでやってるだけだからね。遊びで株でしょ。株なんてさ、あんなもんギャンブルだね。なんか投資だとか言ってるけども、ギャンブルだろ。ギャンブルでしょ。投資です、投資だとか言い張る人いるけども、ギャンブルですよ。もうギャンブル以外の何者でもないと思うんだけどね。何よ、パチンコみたいなもんだろ。ぶっちゃけた話、パチンコと何が違うのかわからないと思うんだけど、一緒でしょ。だからね、投資投資って言ってて、ただ買ってるって買って売ってるだけやん。競馬と何が違うねんって話だよね。あ、馬を馬に投票してるけど、こっちは会社に投票してるだけだから、まあ、競馬と一緒なんだよ。で、ギャンブルなんだよね。ギャンブル。皆さんギャンブルだからやってんじゃないの？上がるかもしんないと思ってやってるでしょ。ギャンブルでしょ。上がる、100% 上がるんだったらギャンブルじゃないけどね。下がる時もあるからね。だってさ、別にさ、株を買ったところでさ、会社はさ、何もなんか利益うまくじゃないじゃない。ぶっちゃけ。株を新規公開した時に会社は、お金を手に入れることができるけど、ただ単に公開してるだけだったらさ、ね、利子としてさ、ね、配当金払わなきゃいけないから、株を公開してるのってただマイナスなだけだよね。いわゆる中古の株をさ、我々が売り買いしてるだけで、別に会社にとって何もいいことないよね。別にただ単にさ、中古を我々が売り買いしてるだけだからさ、会社にとってはさ、何の利益にもなってないわけだからさ、投資ってのはなんかちょっと違うと思ってんだよね。まあ、ギャンブルじゃないと言い張る人はめちゃくちゃいっぱい。これね、話をするとね、毎回批判されるんだけどね。スリーフラットさん、体調不良前から最近動画少なかったんです。YouTube 以外に収入源で格闘で力入れてるとこですか？何もしてないです。YouTube 以外は何もやってないですね。遊びで50万か。そう、最近さ、めっちゃ株価が上がったんで、たまたまなんで、鈴木の株買ったらさ、ね、ね、鈴木の株買ったらね、なんかライバルのさ、ね、ライバルの何も会社名は言わないけどさ、ライバルの会社が勝手に死んでくれたからさ、ね、自爆したからさ、ライバル会社がいなくなったから、突然いなくなったんだよ。めっちゃ上がるよね。ふわふわだよね。ほら、鈴木の株めっちゃ上がるわね。ライバル死んだから勝手に。いなくなっちゃったもん、ライバル。今ゼロだからさ、ライバルいません。ライバルいないんだよ。そら上がるよね。いないもん。でもね、鈴木の決算悪くてね、下がったんだよ。まあ下がったんだけど、下がったんだけど、クソすぎて決算が下がったんだけど、それでもね、ダイハツがいなくなったことによるね、株上げに対して、ちょっと下がっただけだから、それでもまだプラスなんだよ。ね、いなくなっちゃったから、会社名言わないけどさ、いなくなったからね。トーミンさん、メンバー歴25ヶ月。ありがとうございます。投資だけで生活を目指したら生活していけそうですか？無理ですね。まあ、あくまでギャンブルとして楽しんでやってるだけだからさ。ギャンブルとしてやってるだけだから。投資じゃないから、ギャンブルだと思ってるからね。そう。私は、ダイハツ車に乗ってますけども、で、スズキの株を買って、ライバルの名前言えない会社が勝手に自爆したから、株価が上がりました。でもダイハツ社に乗ってます。でも名前の言えない会社はなんか自爆しましたね。ありがとうございます。まあ、そんな感じですわ。まあぶっちゃけだよ。ダイハツが、ダイハツじゃないね。名前を言えない会社が、名前を言えない会社が、不正をやった瞬間に買ったんだよ。瞬間にやる前から持ってない。
あのダイハツが不正をしたって言った瞬間にあの買ったんですよね。その次の日に買った。あの発表した次の日に、ダイハツが不正しましたっつって発表した記者会見の次の日にあの鈴木の株買ったんですよね。まあめっちゃ上がってたけど、もうそれも近接買ったんだよね。まあ絶対上がるなと思ったからさ、もう確実だなと思って、やっぱ上がったよね。まあもう分かりやすいよね。もう買わないのはバカだなと思って買ったんだけど、もうそんなもんすぐ買った方がいいよ。もうそんなもん上がりに決まってんだから。分かりやすいやん。もうめっちゃ分かりやすいよね。まあ鈴木上がりに決まってんだもん。普通に考えて。普通に考えて上がるよね。もうバカでも分かる株投資ってやつだよね。で、まあ、大抵ね、決算すると下がる場合が多いんで、決算前に売った方がいいんだけど、まあ、実は鈴木も決算前に売ろうと思ったんだけど、決算日を間違えて、決算を過ぎてしまって、まあ、無事下がったんだけど、まあ、それでもええわ。プラスだし。ニーサやってますか？ニーサはやってないっすね。だって額が小さすぎて、ちょっとギャンブルとしては面白くないよね。やっぱちょっとさ、リスクを負わないと面白くないじゃない？まあ、10万、20万でさ、ゴニゴニやっててもさ、まあ、10万、20万失ったところでさ、ね、お金はちょっとなくなったなって思えるぐらいだけどさ、やっぱり、ね、ユウさん500円、俺も投資やってる上に、投資はギャンブルだよって言ったらブチ切れられた。そうなんだよ。投資はギャンブルって言うと切れる人いっぱいいるんだよ。気をつけてね。絶対ギャンブルだと思うんだけど、絶対ギャンブルだと思うんだけど、ギャンブルって言うと切れる人いるから、気をつけてね。まあ、ギャンブルって言うとね、まあなんかめちゃくちゃ言われるんだよな。株はもうやってないんですか？株は別にね、今買ったまま放置してある。まあ今完全にさ、もう完全にいつ下がるかっていう、何なの？いつ下がるか、いつ売るか、本当に、今売った方がいいんじゃないかっていう気持ちもあるけど、ねえ、さすがに株価上がりすぎだよね。怖いよね。怖いよね。でもさ、もう行くしかないよ、ギャンブルだからさ。でもな、仮想通貨のあの暴落を見たからな、怖いんだよな。みんながさ、生き生き言ってる時は上がってったんだけど、なんかある日突然暴落したんだよな、仮想通貨も。あれを見てるからさ、怖いよね。チキンレースせずに売ろうよ。そう、チキンレースなんだよ。いつまでやれるか、チキンレース。まだまだ上がると思ってるよ。そう、まだまだ上がるよと思ってるよって人がいっぱいいるときは危ないんだよね。そういう人がいっぱい出てくると暴落するよね。だが私はもう最後までもう持っておこうと思ってる。仮想通貨はギャンブルですか？株は違います。いや、一緒だろ。やってることは数字のゲームでしょ。ちょっとね、株主優待欲しいなって思い始めてきたんですよね。なんかいいのないかなと思ってんだけど。ね、思わない。株主優待があったらさ、まあ、下がってもまあええかって思えるじゃん。なんもないし、なんもないとさ、下がるとさ、ちょっとムカつくけどさ。株主優待があったら、まあ、下がっても、まあええかなぐらいに思えるっていうのがやっぱり重要かなってちょっと最近思い始めてきたんだよね。ね、マイナス5万円、マイナス20万って出てても、まあ、株主優待あるし、どうせ売らねえからいいかって思えるもんね。楽天？楽天はあれ12月だからね。
今買ってももらえないからさ。さすがにそんな先のやつは嫌だよね。すぐ欲しいじゃん。ぶっちゃけ。あの楽天の株主優待って12月だから、なんか今買えばさ、大抵さ、3月末だ。3月末だけど、楽天の決算12月だからさ。ハリピさん320円。毎回買ったら上がったら買ったら下がります。ちなみにこの放送は残りますか？まあ一応残ると思いますね。もう過ぎてんだよ。そうなんだ。あれ過ぎてることに対して、なんかね、追加しますって言ってんだよね。あれ、せこいっすよね、やり口。やり口せこいっすよね。今買ってももらえないんだよね。12月時点で持ってた人、12月末時点で持ってた人に対しての話であって、次の12月の時でもらえるとは言ってないんだよね。そこはね、勘違いしてる人いるけどさ、気をつけた方がいいよ。騙されてるからさ。てか、鈴木株いくら買ったの？鈴木株は500株しか買ってない。500株買った。テラノンさん1000円。お久しぶりです。最近何して生きてたんですか？ネットサーフィン。株の業者どこ使ってんの？ SBI 証券だね。みんな使ってるところだよ。いいよね。最近いいのは、手数料が無料になったんだよね。SBI 証券。国内株取引。この0円でかいで。もうでかい、0円でかい、マジでかい。ニンニクオルスさん、1000円早く良くなってほしい。ありがとうございます。今から買いますのは握手だよね。まあ今から鈴木の株を買いたいとは思わん。今から鈴木の株は買いたいとは思わんね。ちょっと怖い。めっちゃ詳しいやん。昔株好きだったからね。最近あんまやってないけどさ、私大学生の時から株やってたからね。一時期めっちゃハマってた。めっちゃハマってて、めっちゃハマっててやめたんだけど、最近はちょっとやってるだけだからね。あんまりやらないようにしてるんだよ。それしか、もうね、株価が気になってしょうがなくなっちゃうんで、あのね、2、3個しか買わないようにしてるんだよ。あのね、しかも、そんなにね、全財産突っ込むとかはしないようにしてる。昔は全財産突っ込んで、何？信用取引とかもしてたけど、そんなことやると株のことばっか気になっちゃってね、良くないんで、今完全にギャンブル、お遊びギャンブルとしてやってるんだよね。信用取引はしたことありますよ。昔はやってて。でも信用取引はね、良くない。精神的に良くないね。だって失った時の額がでかすぎる。自己資金だって3倍ぐらいまでいけるでしょ。確か3倍だよね。ちょっと忘れちゃったけど。3倍でしょ？ってことは3倍失うからさ。ね。バフェットと同じ株買っとけばいいんじゃない？まあ、バフェットが買うのはあれおじいちゃんが買う株じゃない。あんま好きじゃないんだよね。おじいちゃんが好きそうな株あんま好きじゃないよ。申し訳ないけど、もうちょいなんかさ、ハイテクなやつの方が好きだよ。楽天の株は買いたいと思わないな。まあ、ストップ高になった時点でも買いたくないんで、ストップ高前だったら、あれぐらい値段だったら買ってもよかったかもしれないけど。でもなんか将来性がある株買いたくない？将来性がある株買いたいよね。鈴木も買ったのも、ダイハツが死んでく、じゃなくて、名前が言えない会社が勝手に死んでくれたおかげで、から買ったっていうのもあるけど、まあ、鈴木はさ、やっぱりね、インド市場を、やっぱりもう牛耳ってるからさ、やっぱりそこの将来性を感じるから、買ったけど、ホンダだったら買ってないね。ホンダなんてもうなんか落ち目みたいなもんじゃない、正直。なんか、これ以上伸びる気配を感じないけど、鈴木はもうちょいなんかさ、イケイケな感じあるやん。もうインドを握ってる時点でも最強だよね。もう世界一の人口を誇るインド様を持っていれば、もう最強だよね。もう将来当分安泰だよ。ホンダはなんかもうやばそうじゃん。三菱自動車とかも、日産とかもさ、買う気しないけどさ。まあ生き残るのは鈴木とトヨタだと思ってんだけど、日本の自動車メーカー残るのは鈴木とトヨタだけだ。最終的に残るの。あとはもう、うぞうむぞうになると思ってんだけどね。
NVIDIA は。海外株はやらないですね。あの、確定申告がめんどくさすぎることが発覚したんで、もうやらないことにしてる。意味がわかんない。サムスン買って、日本株しか買ってないんでわかんない。ニーサ枠はさすがに使ってた。ニーサは使ってないっす。またそういうの好きじゃないんだよ。めんどくさいから。鈴木は二輪がやばいよ。もうやる気ないでしょ、二輪なんて。鈴木なんて。まあ一応出してるだけでしょ。別にもうやめてもいいぐらい思ってんじゃない？鈴木の二輪なんて。一応販売してるけど、まあ一応やっとこうかなぐらいでしょ。やっぱり株買うなら将来性がありそうなのがいいよね。オープン AI 社の株に興味ありますか？売ってないんじゃないの？売ってんの？ AI あんま好きじゃないからさ。AI あんま好きじゃないんですよね。30分、あと16分だよ。だって 30% で16分しか持たないってやばいっすよね。銀行買っとけば、銀行なんて将来性ないじゃない。現状維持がいいとこだよね。で、日本のね、人口減ってくからオワコンでしょ。海外に出れるわけでもないし。パナソニック。パナソニックは、やっぱり電池、やっぱりちょっとさ、電気自動車の電池にちょっと若干命をかけてる感があるから、なんかちょっと嫌だよね。なんか多分負けると思ってんだよな。どう考えても中国メーカーに負けるでしょ。もう負けてるかもしれないけどさ。20% 切った省電力モードに移行するのでは、まあ、そういう移行したら移行したで終わりです。このバッテリーが持つ限り生放送するんで、なくなったらおしまいだよ。やっぱり将来性があるかどうか重要だと思うんだよね。まだソニーのが将来性ありそうだけどね。でも将来、なんかソニーも、ソニーはなんかいろいろ持ってるからいいよね。パナソニックはなんかもう、ね、そういうなんか家電的なやつ、電気系のやつに一点集中感あるけど、ソニーとかなんかよくわからない、ね、金融関連とかもあるからさ、エンタメとかもあるから、バランスよくあるよね、ソニーは。ね。パナソニックはなんかもう一点集中だからさ、もうそれが終わったらおしまい感あるけど、ソニーはなんか死んでも、まあ一応他のもあるかっていう感じあるもんね。で、ニンテンドーって将来性あんの？謎なんだよ。株価は高いし、現金はいっぱい持ってるかもしんないけど、でも次のさ、ね、ニンテンドースイッチ2が当たるとも限らないじゃん。ちょっと怖いっすよ。だってね、任天堂64とね、任天堂ゲームキューブっていう大失敗ハードを世の中に送り出してますから、過去に。ね。あれマジで売れてなかったでしょ。あれで失敗してるからね。いつまで成功できるか。しかも、ね、それだけでやってるやん。ないもんね、他の。もう本当に。もうゲームのゲーム機本体とそのソフトウェアのみでやってるでしょ。レイコさん320センチ、吉田さん身長何センチですか？172、3センチぐらいだと120、170センチぐらいかな。平均身長ぐらいだよ。ワンダースワン。ワンダースワン買ったことあるよ。あの、もう、オワコンだった時に。あの、ゲーム屋のなんかめっちゃ端っこにちょっとだけ売ってたんだよね、ワンダースワンって。なんかワンダースワンカラーとかも出たよね。ワンダースワンクリスタルみたいなのも出なかったっけ？何が違うのかよくわからんかったけど。あの、モノクロのやつは持ってたんだよ、ワンダースワン。めっちゃ安かったんだよね、ワンダースワン。なんか6000円ぐらいずつだと思うんだけど。
めっちゃ安いなと思って買ったんだよね。ワンダースワン。ワンダースワン買ったらなんか縦モードとかあったけど、あれ何、一回も使ったことないんだけどね。アンダイルドゲーミングさん200円ありがとうございます。アップルは、だから日本株しか買わないんだよね。セガサターン、セガサターンは買ったことないですね。セガサターンって最後の方なんかエロゲーみたいなしかなかったと思うんだけど、なんかセガサターンコーナー入りにくかったもん。セガサターンコーナー、セガサターンじゃないか、セガサターンじゃないか、俺の次のやつか、なんだったっけ、忘れて、セガサターンじゃない、セガサターンの次のやつだ、名前忘れたけど、あのなんかオレンジっぽいやつ、あれなんかエロいゲームしかなかったよね。なんかちょっと入りにくかった。あ、ドリームキャストだ、ドリームキャスト、ドリキャスさん、ドリームキャストだ。なんか入りにくかったもん、ドリームキャストソフトコーナー入りにくかったもんね。メガドライブ、ドリキャス、ドリームキャストは持ってなかった。プレステ2を買ったんで、私まあ王道だけど、プレイステーション2だわ。ちなみにゲームキューブも持ってない、持ってなかった。64はあった、64でプレステ2買ったんだよな確か。あれ64とプレステ2は同じ世代だっけ、忘れたけど、64の次はプレステ2買ったんだよな。アンドロイドゲーミングさん、名古屋でどこか良かったパソコンショップってありますか。パソコンショップ、パソコンショップに行かないですよね。ネットでしか買わないもん。なんかね、品揃え悪いんですよ、どこもね。あんま売れないからさ、まあ、必要最低限の在庫しか置いてないよ、やっぱり。ジュンバの現状はエコバックスと比べてどんな感じですか。まあ、正直、ルンバはポンコツです。あんまり言いたくないけど、ポンコツだよ。なんかポンコツなんだよね。なんか結構戻れなくて、あの、中華製のやつは確実に戻ってきてたんですよね。確実にあの、ステーションに戻ってきたけど、ルンバはね、ちょくちょく行方不明になってた。行方不明になる。なんでかよくわからんけど。あとめちゃくちゃなんかね、あの動きがね、洗練されてないね。中華のやつは綺麗にね、部屋を認識して完璧なね、順序でやってるけど、やっぱり、ね、ルンバはなんかもう行き当たりばったりで掃除してる感が強いっすね。あと時間がめちゃくちゃかかる。ただ壊れん、まあ今んとこ壊れてはいない。ただ、今んとこ壊れてはいないが、性能的には不満はあるね。性能的不満はあるが、壊れてはいない。ルンバはマジポンコツ高いだけ。まあ、ルンバはマジポンコツって言ってる人は多いよ。なんだろう。まあ、結局、ね、中華メーカーに負けたんだよね。日本のメーカーと一緒だよね。日本の家電メーカーがね、韓国メーカーに負けたのと一緒だよね。カツカレーさん、パナソニックは24年3月期過去最高益更新。まあ最高益更新してる企業はめちゃくちゃ多いっすよね。だってね、円安だもん。円安だからそれは製造業は儲かるよね。自動的に。物価高だし。充電の電池の張りが早いって言うけどさ、そんなにさ、CPU 処理率は 10% だからね。10% 前後しか使ってないから。10% しか使ってないし、10% こんだけしか使ってないから、CPU こんだけで GPU ちょっと使ってるぐらいだよ。言うてだよ。言うて。言うてだよ。
言うてこんなもんだって。明るさ調整したら、明るさはマックスです。OBS じゃないんだ。OBS とこのね、ストリームラボーズ、なんてらかんたらデスクトップか。こっちの方が、こういうね、コメントとかを表示するのは簡単なんですよね。これ最初から表示、例えばこれとかさ、この、ね、この何、視聴者数とか、こういうね、スパチャしてくれたやつとか、OBS よりこっちの方が簡単なんだよ。で、これ最初からさ、このプラスってやつを押せばさ、このプラスって押せばさ、これ最初から入ってるからさ、この中から選ぶだけでこれ表示できるんですよね。OBS だとなんかめっちゃめんどくさいやん。いろいろやらなきゃ入れられないけど、ストリームラボズは OBS ベースで、あとこういうのをなんか押すだけでいろんな追加できるんですよね。だからもう簡単だよ。こっちの方が便利だと思うけどね。ただ細かいことは、OBS の方が、できること多いね。細かいことはあっちの方ができるけど、まあ、こんだけ表示するぐらいだったらこっちの方が便利だよ。簡単だし。あとね、この設定のデータが保存される。サーバーに保存されてんだよね。この Google アカウントと紐付けられてるんで、なんかこれ別のパソコンに入れても、この Google のね、チャンネルのアカウントでログインすると、この設定復活するんですよ。このね、設定復活するんですよね。これパソコンに保存されてなくても。これ便利だよね。設定をバックアップしなくても勝手になんか保存されてんだよ、サーバーに。どういう仕組みなのかよくわかってないんだけどね。どういう仕組みかはわからんが保存されている。まあ、OBS の方がいいって人が多いか、OBS 使ってる人が多いんじゃない？で、OBS 使ってますっていう人がよく聞くしね。OBS、OBS って聞くでしょ。ストリームラボズ使っ、ストリームラボズスタジオ使ってますって人あんま聞いたことないけどね。使ってる人結構多いと思うけど、あんま聞かない。なんか知らんけど。あと6分ですね。11時までは元なの。自作 PC ですか、満足できなくなりました、ありがとうございます。まあそれは分からなくはない。9%、 あと4分。 1% 1分も持たないよね。1分で 2% 減るってことはやばいね。画面の明るさ下げてみてください。じゃあ最後に下げてみるか。画面ってどれだ？画面の明るさ、最低です。伸びるかな？たけしさんお疲れ、お帰りなさい。オードリーライブ見ていて気づかなかった。ありがとうございます。明るさは最低にしました。延命はできないみたいです。あんまり変わ、4分から変わらないね。あ、関係ねえんじゃない？今、画面の明るさ最低です。ただね、このね、ノートパス、このタブレットね、画面を明るさを最低にしてもそんなに暗くならないんですよね。これもね、微妙なところですよね。何？日本のメーカーの、モバイルノートとかめっちゃ暗くなるけど、もう見えないレベルでバックライト暗くできるけど、こいつ全然暗くならないんですよね。DKO さん320円。ありがとうございます。あ、やばい。PC を電源に接続してください。ああ。てか、コメントが邪魔で見えないじゃん、パーセンテージが。これ邪魔だね。見えた方がいいよね。あと 6%。あと3分です。サイバートラック買ってほしい。あれバカでかいでしょ。
しかもあれさ、無塗装なんですよ。指紋がついたら取れないらしいよ。手の油の指紋を拭いても取れないらしいよ、サイバートラックって。無塗装だから。あと3分。次いつやるんだ。あと1週間休んだら復活しようと思ってます。一応来週の金曜日に動画投稿できた、金曜日か土曜日に投稿できたらいいなと思ってます。できないかもしれない。腰の状況、腰じゃなくて、足のね、ヘルニアの状況によるわ。ああ、でもちょっとやることあるんだよな、なんか。そんな感じですね。まずいですか？残り2分。次の動画の内容は何ですか？まあ、家を改造したんで結構、そこを見せようかなと思ってる。もしやるなら家のなんか勝手にね、密かに DIY で改造したんで、そこをお見せするのと、それを見せ終わったらメインパソコンを組み立てようかなと思ってるんですけど、買ったまま放置してるからね。まあそんな感じですわ。ぼちぼちやっていきますので、よろしくお願いいたします。あと2分ですね。結構粘るね。3% で1分か。あと少しです。さようなら皆さん、お疲れ様でした。あと1分です。まあ、これからこの電池がなくなるまで配信にしようかな。ちょうどいいんじゃない？時間的にさ。無駄に長くならないし。お疲れ様でした。まだ切れんな。なんか地味に粘るな。地味に粘りますね。